はいというわけでエンターテインメントかぼりトーク番組「ブラストバイパラビ2018年12月の7日。 こんばんは司会の三木隆太郎でございます。そして本日のお相手はこの方。はい森克樹です。お願いします。ええよろしくお願いします。さあ本日のテーマは1977年の高倉健を語る。本日のゲストのご紹介をお願いします。はいトーク無双時代劇じ映画史研究家春日太一さんです。ええ春日さん春日さんよろしく。ええええ。おっと今日の T シャツはまず春日の T シャツコレクション紹介から。もうねあの結構いろんなイベント先聞きはじきてまおります。 八甲田さんでございます、うん、い今日のテーマの一つでもございますけどもこれしかも八甲田山の山頂でちゃんと現地で買ってきた<ー>山頂ロ,ロープウェイと山頂駅で。 ちゃんとこれ売ってた。んでなかなかこういう塩梅がいいやつないですからね。いや、格好も最高です。俺やっぱ観光地 T シャツが大好きで。こう漢字でズバって書いてあるやつがやっぱ好きなんですよ。あの変におしゃれにしたい。そうそうそう、そうあれ英語にしがちなんだよ。英語とか。そう、なんかあと変ななんかイラスト入れたりとか、なんかこの山と八甲田さんと。そう、標高とロープウェイっていう。 見てくださいこの素晴らしい <laughs> 何かわかるってでも多分これほぼ映画と同じような時代なんですよです、ね、これも含めて全てが完璧っていう,うえもうこれをねあのロープウェイクの売店で見た瞬間の俺の興奮 <laughs> うわーああってもう景色見るより先にまず売店行っちゃいましたもん <laughs> おもちゃ屋を見つける子供のようなね。 そんな感じでしたね日本中のこういう T シャツ集めてますからね集めてますもう秋の宮島兼六園いろんなところで金閣寺でもね金閣寺もありましたから行きましたから一緒に金閣寺いるよりもお土産物屋の T シャツ物色してた時間が長いあのレコード物色してるおっさんみたいな感じの早いんでよしかもこれ違いますこれ違う。これいいなこれだなってそう修学旅行生み修学旅行生よりも長く。うん。 カカさん新刊出たのあえっ、ー、と今度ねえっ、ー、とこれですね「泥沼スクリーン」えー、3ヶ月連続刊行の,、えー、のいよいよラストを飾る12月12日発売でございますよもう来週んかね売れるのかどうかって思いながらやってますけど、うん、多分ね「プラスト」での僕の番あ,のあれ見た人には「うん、あああのエピソード出てきた」っていうのが。うん 俺俺なんですけどこうね高校時代のああこれ俺の横に座ってる謎の女性がいるんですよあこれも分かったこれ分かるでしょテムテムさん分かるでしょあの多分長いことプラスと見てる人は分かるかもしれないこれってそのエピソードの話も出てくるのでなるほど最高ですでこの本はあのまあ週刊文春で日本映画について語ってるものを大体入れてるんですけど今までのあの書き下ろしで初めてです文章として洋画書きましたおお洋画五本分書きましたので明日それ何かを発表ツイッターでしようと思ってますけどもまあ この人が関係してきますので、この人が誰かっていうこと。とで,ね、で、あのライムさん、歌丸さんとなんと1ペえ、まあ50ページかな対談 2, 2万5000字やっておりますのでね、それも含めて、ほぼ共著じゃねえかみたいな話ですけど、あの読んでてお楽しみ。に。えーね、しみ、ね、12月12日発売と。森さんは最近どうしてたの？最近私は山好きなので山に登ったり、<お>でももうオフシーズンになっちゃったので。 暇になりましたさっきね本番前ずっと二人でね山話倉庫どの山がやばいみたいな話をねやっぱ俺もエアさんかとしてこの狭い春日スポットにスポット入っちゃったんね入ってきれいに入ったんだよ達夫さんねこんなね青山って言っていいのかなおしゃれスポットでこんな遭難の話を初対面の男女がしてるんで感動すらしました初めましてで5分後でてなんだそう初めましてでの 山の話をね、俺もエア登山家として。そうですね。かずかさん、エア登山家として。エア登山家として、あれは。いろんな山をエアで登って。エアで登ったし、あと遭難してきました。そうですね。大変でしたね。なんで俺が死んだか、低体温症でも死んだし、滑落でも死んだし。いろんな死を経験してきました。山遭難シュミレーションゲームやりたい。やりたい。本当によね、あれ誰か作ってくんないかなってリアルなやつ。今年はどこ登ったの?。 私今年北アルプスデビューして、ハマってもう来年はガンガン北アルプス登りたいな北アルプスどどこ登ったんですあのー、唐松岳であー一泊一泊、テント泊してテント泊テント泊したんですよもうすごいいいテント場だった、あの唐松岳…あ、ごめんなさい、すごい山の話もないですけど松岳で、どっから入ってきた駅というかあれは大町大町は…あれはな何ですか あの、ロープウェイなんですよね、そうでなの駅は近くにはないですね、なので GBTK で行こうと思うとバスを乗り継いで、すごいね、私は仕事だったので、仕事で行ったの上り、何時間ぐらいり、撮影しながらなので、そうか。そうなで、そうなると、朝から出て5時間ぐらいは、で、一泊。で、テント泊して。 まあその、山だけは一泊ですね前後前日に入ったりとかで何泊はしてああなるほどいや結構バスかけて大げからでしたっけあのローブウェイそうですねこれ登った人と登ってない人の体つかもうない登山中いや一応ね俺北アルプスのマップを頭に入あの、部屋に貼ってありますから北アルプスの全マップを NHK の登山番組やってらっしゃるのよあそうなんですえ BS? B.S. です。日本トレッキング百っていう番組。あ、俺それ見たかも。で、ちょこちょこ登らせてもらって多分ね。多分俺たちみたいに見てるはずです。なんかだってほら油断すると見たいじゃないですか。油断すると。油断するとやっぱ油断した時に燃や山を。あれね森さんじゃなかったと思うんだけど今年こぶしかったっけ登ってるので。多分いろんな方がそうだよね。毎回っていうわけではないので。

た翌日の早朝に大山登ってんですよえーアホですよ山頂チョウ雪の俺の曲曲のあのね作家の人ですけどなんか突然ね天候が悪くなったから途中で引き返してきたとか言ってるけど写真見るとそこそこ山頂ですよねびっくりした今日ねそうそれでさっき話しながら思い出したことが今日のテーマに関わることなんですけどうちの親父は結構山好きでそうなんだ。で南アルプス学生時代登ってたんですよでその時遭難して 山小屋に助けられて家で半分で山小屋で働いてたらしいんですよねでその時にうちのじいさんのでうちの父親の父親の家で何が起きてたかって言ったらその時に渡辺裕介監督の「恐喝」って映画のロケが行われたんですよその家の庭を使ってその主演がなんと高倉健で高倉健家に来てたんですよだから行ってくれよって話父その後帰ってきて言ってたらしいんですけどいやいやお前どこにでも分かんない相談してると思ったから無視してたよみたいな話でねええすごいね でその映画が某 CS 局で放送されてて見たら確かにうちのじいさんの家の縁側なんですよそこすげえああここだここだみたいな縁があったんだ縁ありましたねそうそれありましたよ今年はね「それいけ避難小屋」っていう本がすごい面白くてそれあの山小屋じゃなくて人がいない避難小屋みたいな。 まあ、歩いてる人がいるんですよあー、すごいでオールイラストなのええ一枚も写真使ってないわおしゃれでここの山小屋はこうあの避難小屋はこうやって使ってくださいとかここはこういう間取りが全部いやそれ買う買う超面白いよそれ行ってよ行って早く行ってよもうその話それで多分俺イベントやるわ春日さん避難小屋好きかはどういや大好きだよ俺避難小屋大好きだよ帯のねキャッチがすごい避難小屋はワンダーランドそう 山小屋アンダーランいいねあれすごくいい本で,です今年はなんか一番ちょっと読んでて笑いました、ね、あ欲しい欲しいもうもう山小屋じゃなくて避難所,が避難所が人がいないから あ、冬山にじゃあ限定で登るってこと。いやいや、あの夏とかでも一泊して。例えば北海道の大雪山とかだと山小屋がないなんかひな伏やしかなかったじですか。だそういうのも含めてだと思うんですよね。そういうことか。うん。今日山登り特集にすれば。まあね。いややりたいな。やりああいいな。そうそうやりたいな。欲しいな。さんにも呼んでね。いいなそれ。そうですね。楽しい。すげえいいな。 というわけで、改めて、じゃあ本日のプラスのテーマ、お願いします。テーマは、1977年の高倉健を語る。動画配信サービスパラビでは、高倉健さんの貴重な連続ドラマ作品、アニキを公開中。ぜひ、お肌のみしみください。他にも。こんな作品もいっぱいありますよ。いや、あるんだね、こんなに良い作品がたくさん。パラビね。あばしり番外地全部あるみたいですから。最強ですよね。言ってくれれば、あばしり番外地特集もっと早くにやれたのにと思いますよ。いずれやりたいですね、あばしり番 ちゃんとね、あばし番外がは面白いので、それはちゃんとやらないと。はい、冬の花もあるんですね。あります。パラビがあれば、いつでもエンターテインメント、お好きな時間にお好きな作品をチョイスしてください。皆さんからの、今いくら持っているの、ジャンプしてみ。925円アンジャン、パラビ入っちゃおうか。な、ツイートお待ちしてます。恐喝。恐喝ですね。あの、カツわけですね、これね。感ッシュタグはシャーププラスと、シャーププラスとです。はい。 はいというわけで特集は1977年の高倉健、はい、本日は1977年に高倉健さんは何を思い何を成し得たのかを語りたいと思います。はい、えーというわけでまあ高倉健というまああの俳優の中でも1977年という切り口、はい、まあこれねあのまあ後でその理由をちょっと伺おうかと思うんですけど、うんうん、まず森さんね高倉健どういうイメージをお持ちですか？高倉健さんって、うん、なんか私の中だとちょっと不思議な 立ち位置で日本人の俳優さんの中でもまあ私も実際亡くなった時のニュースとかも見てるし生まれてからの作品も見てるんですけどなんか外国の俳優さんみたいな存在するのかなみたいなちょっとなんかそんな感じがするんですよそうそうそうなんかもうたくさん作品出てるし亡くなった時にいろんなこうプライベートの映像なんかも出たけど常にもう 映画高倉健じゃないですか。だからなんかこの人っているのかなみたいな本当に同じ時代に日本に一緒にいた人なのかなみたいなちょっとなんか海外のハリウッドのこう俳優みたいな存在自るファンタジーみたいなちょっとそんな感じがちょっとしちゃうんですね。前ねテレビテレビドラマとかねもちろんバラエティーも出なかったしね。そうですね。なんか映画俳優っていう感じですよね。うん。 で、和歌さん、はい、今回は1977年というこの1年に絞った、はいはい、これはどこに理由があるんでしょうかまあ俺の生まれる年だからっていうのはまず置いといてそ,それは関係ないとして、うん、基本的にまあといろんなことを話しますけどこの高倉健のフィルモグラフィーにおいて最も大きなおそらく転機になった1年がこの1977年で。うんうん で高倉健は1931年に生まれてで1956年に「電光空手打ち」って映画で主役デビューするんですけど、うん、要はだから芸歴としては20年ちょうどぐらいの頃それから年齢としては46歳なのでもう結構もう中年に入ってきてるところで大きなフィルモグラフィーのまあ、うん、で後でそうありますけ要するに今のみんないだいだ、まあ先ほど森さんも言ったような高倉健イコールそういうまあ みんなのある種国民的スター手の届かないところにいる研さんっていうイメージあるかもしれませんけどそこのイメージを作った年がここだったというかその限定の年でもあるということでその話を今日ちょっとねまあ、じっくりしていこうと思っておりますけどすで1977年の高倉健って実はこの年って高倉健にとっては勝負の年だったんですよ。うん でそこがどういう勝負だったのかっていう話からまずしていこうと思うんですけど、うんはい、実はその、まあ、昭和40年代と復了した方がいいと思うんですけど、うん、要は1965年から1974年の10年間ですね。うん、この10年間においてて高倉健って日本映画界で最も稼ぐスターだったんですよ<ー>だから、まあ、ある種30代の半ばぐらいですかね30半ばから40にかけてぐらいの頃の高倉健ってむちゃくちゃ稼いでる、うん、稼いでるというかその日本映画界に お金をもたたらした人で,<ー>でちょっとずらっと言ってみると1965年からのずっと工業収入ベスト10の話でいくと、うんえー、1965年が、えー、ベスト102位に、えー、まず網走番外市北海編4位に網走番外市望郷編5位に、えー、日本共和国関東編6位に続網走番外市とベスト104本。というか1年に網走番外市そんなに1年に3本やってるわけですけどうす、ねうん、東映のこれがいいとこであれ悪いとこなんですけど。うん で、それから1966年が、えー、アバシリバ1位網走万が地大殺言の決闘3位網走万が地南国の対決9位網走万が地荒野の対決ということで網走万が一3本で67年はちょっと落ちても10位に網走万が地悪への挑戦。 で68年に、えーえー、と3位がバ幕府列伝、7位、強格列伝、10位、えー、人生劇場、主角とキラつんで、まあ、これは脇だったらオールスターだったりすですけど、はい、で69年が、えー、7位、えー、新網走離番街、龍神岬の血闘、7位に、いやここが、ね、7位タイなんだ、えー、日本強格で花と龍、9位、日本暗殺広くと。うん でなここは3本で70年が新網走万が一、5位、えー、大森林の血統6位、6位、タイって、まあ、当時ア、アバウトにしか言ってないので、<laughs> 6位、タイに最果ての流れもの都政人列でし、えー、昭和残響で死んでもらいます、最後の特攻で、4本、6位、タイに入ってると、<ー>だからこの年も5本、この年5本なんですよ、高倉健。<laughs> それから71年が新網走万が一、吹雪の大、えー、脱走、えー、6位に新網走万が一、嵐を呼ぶ、知床岬、第7位、えー 昭和残響伝ホエロから出し第10位日本薬ザ店総長への道と<ー>で72年が2位に昭和山教典ヤ、えー、ブレガサそれから3位に新潟市番外地嵐をあのダンプ神器、えー、73年が3位にゴルゴサーティン4位が山口組3代目で74年が5位に、えー えー、3代目襲名7位がゴルゴキンって感じになってて<ー>要はもう毎年のようにもうベスト10にものすごい本数入ってるんですよ高倉健がだからこんな人日本映画界でほかにいないんですよ <laughs> ここまでかあの入っちゃってる人って、うん、ところが1975年76年の2年間はランク入り作品が一本もない。うん 突然くななくるんですよちょっと高倉健人気も落ちてきたかななんて言われかねない。そう何が起きてるんだろうっていうの、まあ、これ後々話しますけど、はい、っていうのがあってでそれを経ての要するに77年っていうのは高倉健からすると勝負の年でもありそれが復活の年でもあり、うん、そ,そしてこの子の人生を考えると飛躍の年でもあるっていうこの3つが加わると。うんうん じゃあこの1977年に高倉健は何をやったかというとここは驚くわけですよ、うん、まず77年6月に公開されたのがこれですよ八甲田山。これがまず空前の大ヒット。うん えそれから1977年10月が「幸せの黄色いハンカチ」えこれでブルーリボン賞を主演男優賞とそれから第1回の日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を八戸田さんと合わせる形で受賞するとそしてえ同じく10月にえ放送されたのがその TBS ドラマ「兄貴」でこれで実は。 高倉健唯一のの民放の連続ドラマ主演作すごいねっていうことは実はこの3本を高倉健はこの77年に出てで特にこの八甲田「幸せの黄色いハンカチ」によってズドンと国民的スター、うん、高倉健が出る。うん、で翌年になると「冬の花と野生の照明」が公開されるっていうことで、うん、もうここからはもう快進撃ですよ。うん、でスタートして万弱に な、えー、なっていくわけけんですけど、うん、その高倉健も、ねやっぱね、この時あの自分自身も、ね、すごく重要な年だったということをあの語ってまして<ー>えっと、ね、当時あのインタビューに結構答えてるんですけど「えー、っとこれかなあの高倉健ラストインタビュー」っていう本が亡くなったあと出たんですけど、うん、この野地さんという高倉健にずっと作っついてインタビューしてた人の要するに答えてるのは。 やっっぱり役者としても考えが変わったっていうことで,す、ね、で演技について真剣に考えるようになったのは東映を出て他の会社の仕事を始めてからですと<ー>つまり八甲田さんと言たら「幸せの黄色いハンカチは」は八甲田さんは橋本プロダクションとあ、えー、あれでですねあので東方の映画、うん、それから「うん、幸せの黄色いハンカチは」はそのあれなわけですよあの松竹ですから、うん、それまでは全部さっきのった網番外ですか東映の映画だったんですね。うんうんで まあ、八甲田山をやったり幸せの黄色いハンカチをやったりそれで出会う監督やスタッフからいろいろと教わっていくうちにそれまでよりさらに深く映画について考えるようになりましたとで東映にいる時は思えば縁側で日向ぼっこしているような感じですと毎日毎日同じスタッフですし違う組に着いたとしても全員顔を知ったスタッフでしょうとう会社だって僕が心地よくなるようにスタッフをつけますとだからこそ東映から出て外の風に当たらなきゃいけないと思ったんですっていうことを言ってるわけですよ。つまり あの東映からすればもうだけドル箱スターですからど,うぞどん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 ああ研さんケンさんになっていくわけなんですけどもやっぱ本人のところに居心地の悪さを感じるようになってって、まあ、出てくるで特に、まあ、この73年から76年というかこのある種の低迷期何が起きてたかって話なんですけど要は研さんってさっき言ったように多藤、ね、さんもイメージく見て網走万が一が何本やってるっていう話なんですよ要は多い年で年に3本やってるんですよ。 これ諦めそれだけじゃなくてさらに昭和三兄弟っていうイケメン亮とのコンビでやってるヤクザシリーズそれから「日本共格伝」って3大シリーズなんですよこれを含めて大体どれも年に23本やってるんですだからこれだけで10本近いこれに加えて「オールスターエイグ」が正月本にあるんですよ、まあ、鶴田浩二と共演したり和歌山民三郎と共演したりするのがあるそれから富士チュンコの映画のゲストに出る時もあるので、うん、そうすると多い時は年間15本に出てるうーわー 映画そんんな出るの、ね、出ててるるのですよだこの稼いでる時期ってそのぐらいで出ててでこれはもう東映の悪い癖なんですけど本当に一本当たると徹底、まあ、日本映画全体と言いますけど、うん、徹底して同じことをやらせて、うん、飽きるまでや,やらせていくっていうのがあってでみんなそれで疲弊していくわけですよねで東映もかつて時代劇でも同じことをやってで結局飽きられたら東映って簡単に切っちゃうんですよ。 あの片岡ろいも後ろあの中村金之みんな東映を離れていくで代わりに薬剤が高倉健鶴田工事の時代になってってこれででも健さんやっぱ頭いいんでそこは<ー>当時の役者じゃ珍しいなしで大卒ですから明治出てますからねこの人は。なのでそっかちょっとやっぱりクレバーに考えるんですよ。 似たような映画ばかり出ていったら、役者はいつかこけてしまうっていうことはずっと考えて、何とかしないといけないと。で、この時期、まあ、六十年代に、まあ、映画界がちょっと落ちていく中で。うん、あの、スターたちが、まあ、あの、独立ポルで作っていくわけですよ。みんなそれぞれの映画会社から離れて。まあ、石原裕次郎が石原プロを作ったり、勝新太郎が勝プロを作ったり。うん、あの、三船敏郎が三船プロを作ったりということで、で高倉健もやっぱこの時期に。 まあ自分もこれだけ稼いでるしあともうとにかく会社から押し付けでそういう同じような映画ばっかりやらされてるのであの俺もプロダクションを作りたいということで高倉プロって作るんですよただ問題はこの時東映自体が1970年っていうの時期っていうのが内部がごたごたしてましてまあはっきり言うと大川宏っていう創業者の社長がいるんですけど。 この人の、まあ、息子がうち役に入っているのはこの人はかなり応募を働くわけですで社員たちに対してでもみんなやってらんないという時に現場の,、まあ、あの期待を受ける形で岡田茂という男があの台頭してくるわけなんですけど、まあ、ここで政治闘争が行われてで健さんは社長からは OK もらってるんですけど結局この政治闘争によって岡田茂が大川家に成り代わる形で社長になるわけです。 そうすると岡田茂からすると集権体制を作りたいので高だからこの話保護になっちゃうっていうことがあって結構研さんの中ではあの会社に対すすする不満がものすごく強く強ななっていた時期なんですよね,ね、うん、でその一方でいやだん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 研さんの映画は当たってるけど鶴田浩二とか藤淳子の映画が当たらなくはなってきてたので任侠映画の人気が落ちてきてるんですよ。うん っていう中で結局東洋は1973年に仁義なき戦いを作って大ヒットすると全然違う話になって菅原文太松方岩田和と梅宮辰夫が台頭してくるうん、うん、ってなってくると世代交代なんですよ。うん、ちょうどと10歳ぐらいみんな離れてますのでってなった時に岡田茂が言うのはやっぱり高倉鶴田の時代は終わりやっていうことで宣言しちゃうんです。 いやだなそれれ言われるほどしたら、うん、で一方で人気映画をずっと作ってきたプロデューサー春俊道浩二という藤井純子のお父さんなんですけどこの人がやっぱずっとやっぱ岡田茂と二代巨頭という感じで東映の中でやってきたんですけど岡田茂が社長になり仁義だったら当たるという中である種権力を落としていくわけですね。でこの俊道浩二プロデューサーが高倉健鶴田浩二の、まあ、恩人彼らをスターにしたのはこの人なのでだから研さんからすれば俊道浩二の,の執権っていうのはちょっと。 ななないいいそれはないんじゃないのこれまで支えてきた人なんだからって検査そういうやっぱ映画のキャラクギリとギリとかそういう筋とか大事にする人なんでで岡田茂に対する不満もあるっていうことで結構東映の映画にあんま出なくなるで73年東映の映画はだからそれまで15本出てたのが3本になるおっとで74本四年に至っては東映が1本しか出てないへえ。でその間何をやるかっていうと実は結構裏で。 そういうい春闘派の役者たちが不満を持ってるっていうことを聞きつけた東方と勝信太郎が春闘耕治と組んで別のことをやろうとするわけです、うん、独立した動きをまあ結局それは東映から潰されてしまうんですけども、うん、っていう流れの中で研さんもそのやっぱごたごたしてるの嫌いだしで、まあ、そういう中でよそで仕事したいなとで東映としても,でも手放したくないなという中で74年に、うん。 他者出演を例外的ににに検査に認めることになってくるんですよ<ー>ただしこれはあくまでも投影にメリットのある形の他者出演ということで,でまずやったのが74年に「宿なし」っていう東宝の映画になるんですけどこれは勝新太郎の勝プロの、うん、え映画で勝新<ー>太郎と二大スター共演という形で、うん、えこの時はやるんですけどこれは。 要は勝慎太郎が代わりに東映の映画に主演するというバーターなのでそれがあるからじゃあ OK という,まあそう形でそれからもう一つは1 9 7 8年にハリウッド映画で「ザ・ヤクザ」っていうロバート・ミッチャムと共演してまあシドニー・ポラック監督ですけどこれは高倉健としては要するに洋画がこの人すごい好きな人なんですよ日本映画よりもでロバート・ミッチャムとシドニー・ポラックとあの仕事ができるっていうのは健さんからすれば大きなメリット。もう一方で東映からすると 要はを撮影撮撮所でこれ,撮れってことこになったんですよ、うん、なのでハリウッドマネーが撮影所に落ちてくるということで、うん、撮影所があのハリウッドがいろんないいセットとかすごい作ってくるんですよそれをそのまま残させたんで、うん、他の映画で流用が効いたとか、うん、建物自体もいろんな形であの映画村の建物なんかもその時のセットを元にして作ったりもするんですけど、うん、なんていうこともできて東映化するメリットが大きかったということで、まあ、74年にそういう形はやるんだけども、まあ、どちらも工業的にはうまくいかなかったのもあるしンさん自身も、まあ、不満を抱えてると。 いいう中で新し動き東映でやっぱりなんとかしていかないといけないかなという時に1975年に「新幹線大爆破」っていう映画に出て面白い映ものすごい面白い撮影の映画なんですよ。なんだけども実は健さんが新幹線に爆弾を仕掛ける側ですね犯人をやるとまあ犯罪者今でもヤクザの役ではあったんですけどどかとヒーローの役をやってきた高倉健がそういうことやる新機軸ではあったんだけど映画的にはあまり興行的には当たらなかった。 今見ると面白いけどやっぱ当時としては難しい部分も、まあ、あと投影自体が当たってない時期でしたからね。でそれから決定団になったのが、えー、京都でやった「神戸国際ギャング」っていう映画でこれはあの当時人気の,の戦いであのあのたの高倉健と二枚看板になっていた菅原文太が出てきて二人で共演を。 すするわけけなんですけども、うん、二大スター共演ってなんですけどここで俊道、あのー、浩二プロデューサーもここで都いに戻ってきて一緒に作るんですけど、まあ、岡田茂が納得する形でやりたいということもあって、まあ、ある種のエロが好きなんで岡田茂はエロとかそういうギトギトしたのは。うん、そううで研さんはそれ大嫌いなんですよ、うん、もう潔癖な人なので。うん ただやっぱ濡れ場もやろうということで,あので日活の「ロマン・ポールノ」から田中昇監督を連れてきてあのや,るやっててケンさんんががをやるというのがの一つ売りになったんですよあ<ー>で、まあ、それですら嫌なのにその濡れ場のシーンを結構その田中昇監督がそのえげつなくロマン・ポールノ的なえげつなさでやろうとして要は女優とやる時にその女優の顔にあのグラビアを乗せてあのセックスをするという場面にして。要は その女を抱いてじゃなくてそのグラビアの女を抱いるみたいなイメージのにしたんですけど、うん、ケンさんそれに怒るわけですよ。失礼だろここの子にっっていう <laughs> 超かっこいい <laughs> <ご>いう超か優しいですけど <laughs>、うん、でそれで結局その、まあ、他ほあの詳しくはあかんやつだって僕の本読んでも書いたんですけど、まあ、いろんな現場でもトラブルが起きて監督とうまくいかないしでやっぱり東映もう無理だなっていうことでそれで、まあ、最終的に高倉健はあの独立をすると。 ここの1975年にということなわけですよでご本人もやっぱ言ってるのはそのテレビ番組とかのインタビューで答えたのは自分自身はやっぱ嫌になるぐらい反抗心が強いと、うん、反抗することが一番の生きるパネになっているというぐらいの人でやっぱりそういう抵抗とか反抗とかなんかそういう感じで押し付けられてくると嫌だな嫌だなと思ってても,、うん、もういよいよもういいだろうとさすがにここまでやってきて東映はいいだろうということで、まあ、独立をすることになっていき、うん、この1977年に。 つながっていくわけなんですけど。問題集も十分しただろう。うん、まあ、そうですね。で、うん、け、うんえー、高倉健っていう人をちょっと語るで面白い不思議なのは、この人って。役者にそもそもなぜなったかっていうのをそこね、大卒なんでしょう。そう、大卒、明治、明治大学の相撲部で入って、すぐ辞めてみたいな。相撲部。え、ね、そうなんですよ。もっともとそれで入ってるんですけど。<ー>で、あの、で、一旦、あの大学ちょっと辞めそうになって、あの実家の九州に帰って戻ってきたりなんですけどね。うん、そのインタビューで答えてんのが、この、まあ、インタビュー。で 言ってるんですけどもうはっきり言ってますねお金だってうんお金だねって投影、うん、じゃなくてもどこでもよかったと大学を出た後一度実家に戻っていたんですけれど大学3年の時に好きになった女の人が東京で暮らしていて、うん、どうしてもその人会いたかったうわで俳優になろうと思ったんじゃなくて何でもいいからお金が欲しかった、うん、恋をした女と暮らすためにはお金がいるでしょそれだけのことですとで大学を卒業して2年目かなってまだ実は大学を卒業した後もなんかちょっと変な仕事いろいろと裏でやってるんですよこの人<ー>で大学を卒業して2年目かなって ある人から新芸プロの、えー、社長を紹介されてマネージャー見習いになるつもりで面接に向かいましたと、うん、で新芸プロには当時ひばりちゃん大川橋蔵さん金ちゃんといった大スターがいて僕はそこの社員に採用される話だった社員として<ー>で京橋の喫茶店で面接を受けたらすぐその横に東映の牧野光夫専務がいて、うん、あいつを俳優にしようという話になったそんなことあんだねそねそれで東映のきょ東京撮影所に行き東映の第2期牛フェイスとして入ることになる でただそのニューフェイスの時に採用されるかの時にそのカメラテストをすることになってそれであのスチール写真を撮るとその時に顔に動乱を塗られた時に涙が出たっていう子供の頃うちのそばの劇場に旅回りの劇団がやってきて僕らは父親の関係でただ見せてもらうことができたと役者が着替えたり支度するとを見ていた子供が心にもう旅回りの役者たちの生活環境が分かったと、うん、あの頃の旅役者は貧しかったしみんなに詐欺すまれる仕事だったと。うん 俺も旅役者みたいになるのかとやっぱ当時役者っていうのはやっぱやっんで,、ね、でやっぱ童蘭顔に塗るってそういうイメージなんですよもうそっちの世界に行くっていうだからスターとして輝行く,<ー>行くんじゃなくてあのまさ、あ、に本人として三浦を売る感じがするっていうだから河原小路樹っ当時言われた時期ですから役者って、ね、だからやっぱりそっちのイメージが強くて。 でもたっちゃんやっぱスカウトって言われてもさ本人としたらちょっと屈辱的なことだっただ金が欲しいから役者の道に入ってってもともとそれがあった人ではあるので絶えず自分自身をどういうふうに持っていくかとか役者としてやっていくかっていうことに対してはかなりクールな目で見てる。 その仕事の選び方とかでその芸能に接し方て,ゴリゴリてないんですけね,そうですね絶えずやっぱりその芸能の世界とか映画の世界ってものに対して距離を持ってみたり特に日本映画の世界にはあるので自分をどう見せていくかとかどういうふうにそういうふうにやっていくかということに関して特にこの東映を76年に75年にあの退社した後はすごいあの考えるようになってったとういうことでじゃあ77年の3本がいかにして生まれてったのかという話に なっていくわけですよなぜ高倉実は一番最初にあのなんですかあれに退社をして話が来た作品っていうのが八甲田山んなんですよ。で,で公開順としては1976年に「君はふんどの川を渡る」っていう映画があって佐藤淳也監督の映画でこれがあのだこれ大英永田大英っていうね特に徳,徳間書店の映画なんですけどもこれが実はあの独立一作目ということになってるんですけどもあの話自体最初に来たのは。 あの八甲田さんね撮でも八甲田さんは3年間八甲田の山の中で撮ってるもので、うん、あの結局それがあるから先に「君をふんだりのわれ顔は誰?」がまあ公開をされていくというわけなんですけどもで、まあ、この橋本プロダクションっていうのは橋本忍というその、まあ、あの昭和の一番まあでかい死、まあの侍とかね書いた。 人が「の砂の器」という映画を作るために作ったプロダクションなわけですけどこの「砂の器」と「八甲田山」っていうのはど,どっちも同時に企画が動くんですよ。でまずこっちの方が撮りやすそうだからということで「砂の器」の企画から動いていくわけなんですけどもうん、うん、ただすでにその「砂の器」は1974年に公開なんで74年10月からに公開なんですけどもその段階ですでにも八甲田山の,の山にもスタッフたちが入って実景を撮ったりとかロケハンをやったりとかもう準備は進めてあるわけですね。うん で74年の6月にあのスタンドツアーをこれ撮影している時ですねあの蒲田総社というところで岡田君が殺される場面の撮影をしている合間にちょっと時間が空いたので、うん、橋本プロダクションのメンバーでみんな集まって、うん、ちょっと八甲田さんの主役を誰にするかの会議をやろうと、うん、いうことになってで橋本忍自身がいろんな思い浮かぶ今の主役スターたちの名前をカードに書いていってテーブルに置いていくと、うん、で嫌なやつをそれぞれのスタッフたちに裏返していってくれってみんなはー 森谷ろ郎監督野村吉太郎監督とか、うん、みんなそれで裏返していくわけですよ、うん、そしたら最後に残ったカードが高倉健一枚だけうわー熱い熱い熱いなでこれがでも74年の6月なんですよでだから綱の内は前ですよね公開と、ね、ころがまだ高倉健が東映にいる時の話なんですマジっすか、うん、つまり75年退社ですからうんでその時につまり橋下さんもち緒しかし困ったと。 高倉県は東映画の他社作品にはまだ1回も出ているつまり宿なしもまだ出てない出る前なので高倉健が他社作品出るかどうかわからないという中ででも高倉健でとりあえず行こうと。でただ高倉健を説得するためにはやっぱ脚本ちゃんと書いていかないとい,ない,いけないということに橋本清信はここから脚本を1年かけて書くわけですよ。で脚本書き上がったのは75年の夏に書きあの春に書き上がってで。 もうこの時期はすでに高倉健が独立に向けての動きをしている時期でもあった、うん、まあでも橋本さんもそこは知らなかったんだけども高倉健とに持っていくわけですよこの脚本を、うん、75年7月にそしたら高倉健は即答でその脚本を読んでやるって、うん、やりますね。お<ー> 後にその高倉健とずっと映画「冬の花いを撮っていくてとあその前にあの『アマシュル・バンガーも一緒にした古畑康夫監督が後であのでインタビューなどで答えてるのはこういう風に言ってますけど「健さんを乗せるにはあの手立てがあると」と、うん、なるべく挑戦不可能な危険なことをさせると健さんは乗ってくるっていう,うそういうことを言ってまず、あ、だからやっぱ本人としてもまあ独立しての一発目の作品なのでやっぱり半端なものはやりたくないという中でまあ冬の八甲田山を踏破する映画ですから、うん、それをやろうと。 いうのっ,っかっていってそして76年の1月に、えー、冬の十和田湖に、えー、入っていくということで,で実際のどういうロケーションが行われたかということに関してはあの以前この番組で語ってますので、はい、そこを皆さんご覧頂ければと思うんですけどもその後、まあ、実は76年のこの、えー、冬のシーズンそれから76年の年末から77年にかけての冬とこの2回高倉県はあ八甲田の山の中に、えー、入っていっているわけですよ。す でこの結構山での撮影がすごく大変だったという,とうで,、ねうん、で橋本芝さんがその当時のこと書いてるんですけど要するに、まあ、軍隊隊列を作っていくわけです。うん、隊列を作って俳優さんエキストラの人たちが雪原に並んでいるスタッフもいつでもカメラを回す、えー、体制を待ち構えているただ風は吹かない30分40分と。 えー、時時ににはそれが2間間3時間に及ぶこともある<ー>俳優さんやゲストラの人たちスタッフが待つことによって眉毛やひげが氷になり頬の感覚がなくなり手足の先が激痛で超えてくる凍傷寸前の寒さの厳しさよりもまた胸まで潜り込む親切、えー、の中を泳ぐ今にも心臓が爆発するような肉体の限界よりももっと厳旬なただ待つということをやっていたという。 えー、で実際にそのラストこう岩木山をバックに高倉健の舞台が歩いていく場面があるんですけどこれをまあ大ロングで撮るんですけど、うん、森谷史郎監督はなかなかスタートがそもんでかっていうと冬の岩木山ってあのやっぱり天気がずっと雪でふぶいて悪いからパーッと晴れて見えるっていうのが。うん なんかほとんどないらしいんですよ1か月に1度か二2度あるぐらいだとなのでその,日その一周を目指していつもそのロケ隊があるさんたちも朝5時に出発してで絶えずこの零下15度の寒風の中、ま、晴れるのを待ち続けるんですよマジでマジかああでその挑戦は 5, 5度に及んだと <laughs> うわ<ー>で寒風の中を待つこと4時間高倉研は一歩も動かず立ち続けるいつスタートがかかるかわからない えー、親切にしかも足をつけるわけにはいかないわけですよ要は足跡ついちゃったら、ね、そうかメ雪,う雪雪原に歩いてる道がなきゃいけないので一発じゃんこれだから動きを止められないずっと立ったまま動けないんですよだからずーっとそのまんま晴れるのをひたすら待つっていうへ、えー<で>うこの時高倉健は 森谷史郎監督の吸うたばこの赤い火だけを見つめ続けていて <laughs> け最終的に OK が出た時にケンさんが森谷監督に何て言ったかってこれはやっぱケンさんちょっと粋なんですけど「森谷さん23本吸ってましたね」って「<laughs> <laughs> 飲みすぎですよ」ってンさんこの時のことを振り返って言ってるのは八甲田山を撮ってる時は僕は季節労働者だったと<ー>冬が来ると青森連れて帰れるっていう話で。 でこの時のケンさんの結構ね思いをねあのインタビューでも語ってて、えーっとね、これは結構まだ面白いんですけど、えー、っとここですね。あの 要する、ねまあ、に東へ出て大変な仕事をやるとでそれで白鵬打算になったと、うん、あれはもう仕事を通り越していたという話で <laughs> 3年間コマーシャルもやらなかったしインタビューも出なかったそんな余裕はなんてなかったとーズ <laughs> では弘前の連帯38年は11日間の予定で接置顧問したことになっているんですところが演じ方の僕らは3年間計185日も雪の中にいたんですからと。 自衛隊は今でも八甲田山で接中顧問をやっているんですが昔と違って現代的な装備でそれほど厳しい条件ではないようですでも僕らは明治時代の服装でロケをやっていました真実 <laughs> のまでした毎日朝4時半に起きて朝が弱いなんて行ってられません軍隊の装備をつけてメイキャップをして、えー、6時に天候を取る<わ>それからロケ地まで3時間ぐらい進軍する。<laughs> <laughs> 帰ってくるのは夜中の2時、3時、演技なんか考えてる余裕もなかったどうせ、どうやったら体を戻せるか、撮影のない夏はジムに通って健康管理をしたと、中には体の弱い仲間もいたから、そいつはオフの間、トレーニング方法やビタミン剤の飲み方まで僕が教えてましたっていう、あの時は芝居なんて考えられませんでした、雪の中で立っているだけはやっとの演技で、まるでドキュメントを取っていたもんだよと、ただ周りの俳優さんは、高倉健がこれだけ我慢しているからと、何も言わないでやっていたっていう。 だから今になって思えば僕は代表してこんなことはできませんと言えば良かったのかもしれないなーってでも言わないんだよって僕には言えないって何も言わないで厳しいところへ出て言ってしまうそれが僕あのいいことか悪いなのかわかんないけど。ーなるほどすげえ茶ゴレもっと当たったから良かったけど。そうだから要はさっき言ったような,なぜ高倉健がまあ74年75年まあ特に75年76年にその ベスト10から消えるかっていうと75年に関しては映画が当たらなかったからですけど76年に関しては八甲田山に,に集中してたからっていうのがまあ大きかったわけだしだから出演作もこの年だけは「君を奮闘」の代わり1本だけなのは要は八甲田山の撮影の合間にこの「君を奮闘」を撮ってるから1本しか出れなかったっていうことで要は八甲田山やってたってことなんですよ高倉健は。で公開が1977年の6月にようやくなると。 いうことなんですけど要はでもこれを撮影して1977年6月に公開なんですけどそこまでまだまだいろんなタイムラグってあるわけですよ。うん、その間にいろんな各社がまだ動,、うん、動いていると、うん、いうことがあり、えー、動いたのがやっぱり松竹の山田耀二、えー、監督だったんですけれどもでこれは結局1977年の2月に、まあ、八甲田山の雪の山の撮影が終了するわけですよ。うん でそのちょうど後ぐらいに山田洋次監督が「幸せの黄色いハンカチ」のオファーを出すという感じで,でその時のことを山田洋次監督が語っているのが、えー、っとこれですねなんで高倉健を選んだのかっていう話なんですけども要するに高倉健ってこれまでヤクザなんですよ、うん、ほぼやってるのはあとは「ゴールド13」とかで、うん、まあ要はヒーローでありアウトローでこの「幸せの黄色いハンカチ」っていうのはまあ奥さん まあ刑務所からできた役物ではあるんだけども、まあ、奥さんをに愛いにまあヒッチハイクをしてその若者を2人と旅を続けていくっていう純情なラブストーリー。うん でもあるので今まではケンさんの役とはちょっと大きく違うわけですよね。<か>でその時にまあ言ってるのはもともとの企画自体は「幸せの黄色いリボン」というあフォークソングがアメリカのがあり、うん、そ,そんな映画を作りたいとこが始まったと、うん、で貧しい青年が金を貯めてレンタカーを借りて旅に出る途中で女の子を誘ってナンパをするそこに一人の中年男が現れるという出世者を考えたと。だけどまずこの主役をやれる中年男が見つからないとこの企画は成り立たないし僕はそれじゃなくて脚本書けないと。 で思い悩んでいたときにスタッフの一人が高倉健どうですかと言ったっていうで僕は薬剤が好きになれなかったけど健さんだけは別格だと思っていた健さんの目を見てるこの人はあの真剣に芝居をしているのは分かるんですと他のスターたちはいい格好したりとか芝居がうまかったりするんだけど健さんは全身全霊で薬剤にしてるそこに僕は惹かれていたとでも健さんを薬剤外科がのシリアスドラマに使うなんて考えられなかった時代です<ー>要は八甲田さんまだ公開されてないわけですなるほどね、うん 僕も最初はそう思ったんだけど僕の中での研さんは単なる薬剤映のスターではなかったのでとにかく一度会ってみようということになったと、うん、でなんと高倉健を呼び出すんです、うん、客白崎色いハンカチを描いているその宿に赤坂の宿に呼び出すとそしたら研さんが来るとで「こういう話を考えてるんだけどやっていただけませんか?」って言ったらその話を聞いた研さんが即答で「やります」えー「体はいつ開ければいいんですか?」って即引き受けてくれて。 でもかっっこいいなと思ってでその帰り際はあの宿,まで宿の玄関まで山戸市監督見送ったらしいんですけどその時に研さんが靴を履きながら「いやー今日はいい日だったな」って笑って去っていったっていうの、えー、そのぐらいやっぱり研さんとしてはこの映画に関してとても嬉しかったっでその,後のあの「キネマ順歩」でのインタビューでも本人言ってるのは最初に自分にこのオファー来たところに関しては戸惑いましたねって、うん、でも嬉しかったです、うん、好きなんですよこういう話がっていう話だからさんとしては,実は 役ザばっかりやってきましたけど本人はどっちかというとそういうアメリカのニューシネマとかあ,のあとフランス映画とかが好きだった人なんでどっちかというと山田洋次監督としてもそれまでそのアウトローのヒーローのケンさんじゃないその人間臭くて親しみを持てるある種等身大の中年男としての高倉健さんというのをまあ 作り出そうとしていくわけけなんですけど、まあ、ここでちょっと一つ両者の間でのラストシーンで、まあ、対立というかちょっとぶつかりが起きるのが、うん、ラストその、まあ、有名なシーンですけど、まあ、奥さんのところに戻ってきて、うん、まあその黄色いハンカチがバーッと並ぶとこれがあれば奥さんが戻ってきていいよっていう意味なんですけどそれを見て高倉健のリアクションを泣くべきか泣かざるべきかっていう。うん、いやここれ大事ななとこですね<ー>そうだよなーで 山田裕二監督としては泣いてほしいって言ったす分かりやすい分かりやすい、うん、分かりやすいのと同時に,に、うん、やっぱりその高倉健のイメージを変えたいっていうのもあるわけです、うん、そういうでも高倉健はこういう時に男が泣かないもんじゃないかってことで泣きたくないっていうことでお互いかなり論争にはなったらしいんだけど、うんうん、最終的にはやっぱり健さんも映画は監督のものだと思ってますからそれを受け入れる形で泣くというシーンを まあ入れたわけですよだから多分高倉健自身としてもそれを受け入れたっていう段階でやっぱ自分自身のやっぱずっとさっきから言ったように不満がもともと遠い時代からある中での外に出ての仕事ですからイメージ変えたいはだからやっぱり受け入れて泣こうと思ったのはやっぱりもう泣くか高倉健で行こうじゃないかっていう意識はあったんだろうなっていうそれからやっぱ山田洋二監督っていうのはすごくやっぱりんていうか計算をしっかりしている人なので。 ただ高倉健をそこに置いて自分が指導するだけではおそらくそこまでの庶民性というかあの部分は出し切れないんじゃないかというこれは僕の推測でしかないんですけどもあったということで周りのキャスティングをすごく考えていったのは横にまず武田鉄矢これも映画デビュー作なわけですけど置いてまあもう何というか完全に暴れ放題暴れる庶民ですよね。桃井香織といううまだ全然違う 壊れた芝居をしてくる人を置くことで高倉健の硬さというのがこれほぐれてくようにできる、うん、それから何といっても知「賠償遅恵子」を広いまあもちろん山田洋次の映画だから持ってくんですけどやっぱり倍賞千恵子って何かっていうとその、まあ、これもプラストで山田洋次の方とか見てもらうと思いまですけど山田洋次の全寮制庶民精神の人なんですけど山田洋次はそれを象徴的存在では遅賞千恵子ですよね。うん、これを この天才的女優の芝居をここに、庶民芝居を横に置くことによって。そこに引っ張られる形で、健さんが今までの。のこう来る感じとは。違う、柔らかさが出せるんじゃないか、うん、ということまで考えて。うん、この配置を。まあ、しているんじゃ。ないのだろうかなという。まで考えてくれれば、本能じゃないですかね。うん、そうですね。ね最後ちゃんとぶつかり合えてね、うん、また監督とも。うんうん、そうです、ね。だから、それぐらい、やっぱり、その。 東うじゃ絶対出なかった企画だしその変えたかったっていうご自身の考え方はすごくあったんだろうなっていうのは思うとだから結果的にそしてこの1977年にこの八甲田さんの先で大ヒットでありあのブルーリボン賞受賞でありつまり今までスターでありヒーローだった高倉健が役者として認められることになったんですよ俳優高倉健でありそしてし親しみの枠今までは 東映を見ててるお客さんんにとっっのスターだったんですよんつまりそれは薬剤を見に来るある種の成人男性であったりこうどっかひねくれてる人たちであったりっていう人たちにとってのスターだったのがん山田裕二の映画あるいは白甲田さんって国民的大ヒットした映画によって国民的大スターになったんですよ高倉健が。ね、日本全国のみんななが愛するスターになってう たっしかも77年はね、うん、もうだから、八甲田さん見て、おぁ<う>、かっこいいって思って、黄色いハンカチ見て、こんな役もやるの、えー、そっていう。びっくりですよね、国民的に、うん。あれはひょっとすると、そこ高倉健を知らなかった人もいたはずなんですよ。人狂映画の人でしょなんか私見たことないなん,、うん、なんか怖いよね、ねそうな。あとおばちゃん限らず、やっぱ多くの人は見てないんです人狂映画。つまり映画自体を見てない時代でしたから、もう。うん そうなってきてきるから高倉健の多分初めてここで知った人たちもおそらくたくさんいたんだろうという中で高倉健という存在が、えー、つまりその後に至るまでの,あの映画界を映画界全体を支えるような国民的大スターとしてのイメージ作りっていうのが、まあ、ここで完成するいわば一般的にはね不器用ですからみたいなさ、うん、そ,うそういうイメージってもしかしたらあの黄色いハンカチのね あの高倉健っていうのはやっぱすごく大きかったしやっぱあそこで泣いたって選択が要は山田洋次の分かりやすい大衆性っていう、うんうん、そうですね,そ,ですねそれはいいもの獲得したよなでここにでも高倉健のその後スーパーあの国民的スター高倉健を作っていくラストワンピースが埋まることになるんですよ、うん、それがこの TBS ドラマの「兄貴」なんですけど今回「p ラビでやるやつ<ー>、はい、これはぜひ皆さん ここで高倉倉とと組むことにななるのが本んですよ<ー>要はこの倉本宗の存在がさらに入ることによって高倉健はこの冬の花駅ステーションという形になっていく高倉健というのが出てきて、まあとで語りますけれども高倉健ってこういう人ですねというのが完成するわけですけどその実は完成の過程をある種ドキュメント的に見せてくれるのがこの「兄貴」という作品。 <で><ー>おそらく倉本総自身も探り探り高倉健とやってるはずなんですよどういうキャラクターをやっていくべきなのかテレビでっていうのが全13話なんですけど、まあとでここ詳しく話しますが12話で完成するんですすよ完成るしでぜひ特に達夫さんにはこのね12 10話から12話を見てほしいなっていういあこれあとまた話しますけどどういう話かっていうのは。はい 本当にねサンンキュータツオのリアクションを聞いいてみたい、うん、あの女性不信の強い人が見たら倉本 <laughs> その,クラモトのマックスビターで来ますから <laughs> マックスビター倉本荘の北の国からで散々見てきた人多いかもしれませんが「<laughs> おお!」っていうやつが現れますけれどもで実はこの企画自身はあのたあの10月であのだから「幸せな黄ルハンコシ」と同じ時期の放送開始なんですけど。うん もちろん企画が立てられたのはあののさ黄色いハンカチの公開前なんでですねでこれプロデュースしたのは大山克実さんというまああの,のアルバムやったりする人、uh, TBS の大プロデューサーですけどこの大山さんも倉本んもさ黄色いいハンカチの存在は知らないんですよまだ公開してない公開してないからかこの存在知らない中でこの企画が始まったということはまず先に言っておきます<ー>つまり結果的に同じようなことを考えてるくわけです倉本そと山の洋次が。 何を考えてで同じことを考えてそして高倉健も同じようにそれを乗っていくっていうつまりそれだけ従来のイメージから脱皮したいというのがあったと、うん、でまず先に言っておきたいのはこれもあの各のプラスで語っているのでそこを見てもらいたいんですが TBS のドラマっていうのはあるいは大山克実というプロデューサーどういうスタンスであのドラマを作ってきたかというとまずテレビドラマの王道はホームドラマであると。 でまあ、その両輪的な、あのー、一世のあたりチャイフスキーという、まあ、あメディア研究家の考えなんですけどテレビドラマとはありふれた人物平凡な人間関係小さなストーリーでまとめるべきで極めて日常的な人物関係の真理のひだを探りを入れて真相心理を使って丁寧に描くべきだという,のはう要はその結果一番ふさわしいのはホームドラマであるということに逆につまり高倉がにまでやってきたのと逆ですよね。ありふれて、まあ、ヤクザですし 平凡、全部小さなストーリー全部逆なんですよで,で出た見たら他で出れば八甲田さんですからありふれてないわけです何にもそうなんですよしかもね小さなストーリーどころかもうとてつもないでかいストーリーですからだから高倉健がやっぱ、本物ドラマに出るってすごく珍あの大局的なことなんですよね ホームドラマには4要件があるとでそれは隣近所を含めた登場人物が多いということそれから、えー、全員が全員であること事件が小さいということそれからハッピーエンドであることって4要件なんですけど大山克実プロデューサーはこの、まあ、金,曜金曜ドラマっていう枠なんですけどそのプロデューサーをやるに至ってこの4つ目のハッピーエンドっていうところだけを壊そうとするわけですね。なるほどつまり ここを毒のある現在のホームドラマにしようじゃないかということにまあ変えてってまあこの金曜ドラマを始めるってで77年2月にまあ金曜ドラマの人プロデューサーになってくわけですけどまあこの時の方針いくつか立てるんですけどその中の一つになるのは東大のののの一一流流脚本家によるるキャストのドラマをやるっていうのがまあ,あったとで第1弾でやったのが田宮二郎と吉永小百合主演による「光る影」という作品でえ第2弾が岸辺のアルバムそして第3弾がこの「兄貴」。 ーなーになってたわけですよ、ね、プロデューサーが就任したのも77年なんですね。これもう全てのピースがなんか揃うんもう見事に揃ってる感じます、ね、で岸辺のアルバムはあの前回の,その他の回見てます。その時に言った通りなんですけど要するに光がけとで吉永紗理役それから兄貴高倉健があるって分かってるからここの間にある岸辺のアルバムは勝負が受けられるっていうんで地味な話でもいいから思い切ってやろうってことができたっていうことではあるんですけど実はこの兄貴も。 かなり大山テイストがもともと強いとあいうことなんですけどじゃあどういう形でこの企画がまあ決まっていったのかという話をえしていこうと思うんですけどこれまあ大山さんご自身から聞いた話なんですけどももともと南青山という場所、まあ、あの<お>南青山にでは結構路地の方行くと昔ながらの家って多いんですよねあのでそこにかつて2階建ての洋館があったと。 でこの洋館の持ち主というのがインドネシアへの戦後賠償金の絡みでなんかスカルノ大統領からなんかいろんなマージンを受け取ってた斉唱というか、まあ、ゴロだったわけでですよこの人が大邸宅を抱えててで何をやってたかというとあの映画界とかスポーツ界のスターの秘密の社交場を作ってたたの。みんな 誰ににも気にせず遊べる場所が欲しいわけですよ政治家における料亭みたいなねそれがここだったんですよでしかもここ,にここに来てたメンバーが長嶋茂雄貞春中曽根康弘とかそれから、えー、渡辺新、クレイジーキャッツが、まあ、出入りしてたっていうことで、うん、その中の一人に高倉健がまあい,たいてで<ー>どの部屋でもみんな顔を合わせないでいいように階段とか作られてるらしいんですよね部屋の何ちゅうてて中ちょっといろいろな多分ことができる場所だったらしいんですけど、うん、でここに出入りしてた人の一人に このア兄貴って見てもらうとわ分かるんですけど普段テレビドラマをやっていない人がプロデューサーにあの入ってす渡辺正文という人なんですけど、うん、この人は音楽担当のプロデューサーサだったんですよ、うん、でこの人はまあ要するにあのいろいろと東京国際音楽祭とかを開催した人でそのプロデューサーでもあってで彼が実はその屋敷に出入りしたで、なぜ出入りしたかというとその音楽祭をやるときに海外からフランク・シュナトラとかサミー・デーズ・ジュニアとか連れてきてあ<ー>彼らをまあ接待するためになるほどそう。 をやって,て、うん、でそこで高倉健と出会ってるんですよこの渡辺さん<ー>でその時に、まあ、たまたま TBS の制作のの局,局長の方からあの高倉健で何かドラマできないかっていうことを持ちかけられた時に、まあ、この渡辺という人が高倉健と仲がいいって知ってたんで、うん、渡辺さんに大山さんが頼んでこの洋館に高倉健に会いに行ったと。 いうところがもともとのスタートなんですよ<ー>この企画って。<ー>でそれで行ってみたら高倉健が行ったのが「倉本総とやりたいっていう。 また高倉健と倉本荘にここに至るまでの物語があっ,たあったんですよ。でそれの話をですね高倉健が「<う>あの冬の花が」がこれもは倉本荘の脚本ですが公開された時の「キネマ旬報」の論文インタビューで。 答えてるんですよ。すごいカスバさんや。同じ時代の金馬順保まで持ってきて。いや、俺これ金馬順保うち全部ありますからね。さすがです。聞き手が今度有吉。今度有吉ね。そうそう。渋木ね。で、実はその兄貴の4年ぐらい前から倉本総から手紙をいただいていたと。で、あのそのよくあの頃総さあの倉本総さんはその札幌でマンションを借りてて、で、自分はシナリオ書いてる倉本というものです。何かそういうなんか手紙をもらいましたと。 で僕はそれを取ってるってでいつもい,いつか一緒に仕事ができればいいなという、まあ、電,話その電話でやり取りしてそういう話をずっとしていて、うんえー、でたまたまこの77年に何か今までと違ったことをやりたいという気持ちが生まれてきたと、うんうん、でそういう中でも八甲田山であの2年間他の仕事をし,しないでいてでさらに山田洋次監督の仕事が終わった時にあいろんなことが役者ってできるんだと気づいたと、うんうん、うまくいえないんだけどその中で充足感を得たと。 で本当にそのコマーシャルだろうがなんだろうがそのいろんな仕事をやりたくなって<ー>じゃあ今俺が今誰とやりたいんだと思った時に自分のことそれだけ熱心に言ってくれたら倉本総とやりたいっていギリ硬いいやギリ硬いギリじゃないんですよやりたいんですよいやすごい気持ちなんですこれうんここまで求められたらややりたいでえー、っとこの時にえー、っとまあ小山さん自身もあの白い影かな白い影この後かなあの倉本さんでも結構やってるんですよ。うんうん であそれならということで倉本総と会うことになってこの時倉本総はの東京と札幌と富良野を行き来してる生活だったんですけど東京にいる時に会ってでその時倉本総が言ったのが山添とほぼ同じようなことを言うわけですけど健さんと映画と同じようなスター前とした役で扱いたくないと庶民的な親しみを感じさせる役どころをやりたいとこれはまさにさっき言った大山勝美の理論とも合ってくるところなのでじゃあやりましょうということになってで大山さんが言うのはしばらくして。 倉本の方から「兄貴」というタイトルでドラマをしたいという企画メモが札幌から届けられてくるわけですよ。であの人形町の路地を舞台に、うん、あの兄とあの まあ、高倉健さんが兄で飛び職をやってるとそれと、まあ、病弱であの結婚に生き遅れたあらあ当時29歳だから思いっきり生き遅れになっちゃうんですけどそ,ううそれの妹が2人で暮らしてるでその妹大原玲子をやってるわけですけど <laughs> あの黒淵名で本当に地味な女の子で,でその2人がまあ暮らしてでその「路地の物語」というのを企画で書いてきたわけなんですけどこれが結構面白くてこの「 企画はなぜできていいいたたかという話がまた面白いですつまりいや大山さんからそういきなり倉本うから企画が来てるから倉本が何をかんなぜこの客を立ててきたかということはわからないわけですよ。うん、大山さん聞いてもわからない。うん、じゃ倉本うと高倉健がじゃその間に何をやってきたかということなんですけど、うん、結構二人がまた打ち合わせをしてるんですよ。ってたね、で,で電話で。話で,、うん、でその時に高倉健がこのインタビューで答えてるのがその高あのいや電話じゃあ合ってるんですよ。ってんだでその時に あのまあいろいろなお反応を探り合っていたきに高倉健に聞いたらしいんですよ最近見た映画で何が面白かったですかっていう話を聞いて、うん、そしたらよ、うん、その前の年に公開された映画が「ロッキー」なんですよ。え<っ>であれがとてもいいって高倉健は「ロッキーがいい」っていうことにしたんです来たこれここで。でその時に高倉健がこの設定がいいって言ったのがロッキーのヒロインが、まあ、エイドリアンですねタリアシャリ・ヒアイドリアン。 ポーリー,です、ね、あポーリでーですすねの親友つまり肉屋の兄貴とペットショップに座っている妹この二人の話がいいとでこういう話できないかなってだからあの、ね、この作品兄貴見てもらったんですけど大原礼子のビジュアルがエイドリアンの初期そのものというかメガネメガ黒縁の眼鏡黒縁のメガネそうそう地味だでそう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 そ 男とと出会っってててて恋に目覚めいいくとメガネを外してっていう,そうコンタクトにしてでだん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 ,だん音を知っていくと家に帰らなくなってくるってこの流れって完全にあのエイドリアンそのものなんですよ。で家にいて酒飲んであ暴れて妹が戻ってきたら引っ張られたりするダメな兄貴が実はこの兄貴ってロッキーのいないロッキーロッキーのいないロッキーなんですよ。 だからすらそなあの実は、ね、あの人形状の横丁の感じも含めてあれってフィラデルフィアの,、うん、あのスラムと同じような下町の感じなんですよちょっと兄貴すぐ見さして、うん、<laughs> マジかそうなんですよこれ実はねあのだからロッキーのいないロッキーってすごいことなんですよ <laughs> ニコ生でさすが春日アンケだとか言ってね春日さんの話でこれしかも同人っぽい確かにねそうだそうロッキーのいないロッキーを日本でやってみたらどうなるかというのがもともとあったんですけどじゃあねそのポーリオに憎いような設定ですけどなぜ飛び職にしたかと飛びにしたかということなんですけどこれがね 倉本そうなんですよこれがもうねう作品の中で後々聞いてくるんですけど研、うん、さんとしては要するに、まあ、失われていく職業だっていう意識がもともとあるんですけど基本的にやっぱり高倉健でやりたいっていう中でやっぱ下町の感じとか反転を着ていき、まあ、粋な感じで仕事をするっていうのもあって、まあ、下町のテイストが出せるっていうのはまあ大きくあるんですけどそこは蔵元そうですよ。そのの程度のことだけけでではないわけで ここに倉本荘の作家としてのいろいろな思いが飛びという仕事に込められてあるいはこの人形帳を扱うという設定なんですけどまずこの時の倉本あ倉本荘ってもともと東京出身今の,あの代々木ゼミナール代々木駅前あの代々木の,あの建物がもともと倉本荘の実家だったわけですけバリバリの東京の人なんですよ。 でまあ、田藤さんもよくお分かりですけどやっぱ東京の人間とはだん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 この開発されていく東京というものが、まあ嫌っていきますよね。で倉本さんはとにかくそれの塊というか反都市か反近代反東京というのがものすごく強くなっていて最終的にはその、まあ、この76年の夏に東京を捨てて札幌に移り住むとで札幌すらやっぱり嫌だということになって、えー、この脚本書いてる最中ですよね77年3月にフランウェイ移住するっていう。 で基本的にやっぱこの人があるのは高度経済成長といいうものが大っきり嫌いなわけですよ高度経済成長で当時どんどん東京が都市になっていく、えー、文明が便利になっていくっていうものがすごく嫌な、うん、で倉本さん当時のことを語ってますけどそのご自身のこういうあの本でね自分「私の歴史書」っていう本で語ってますけどあのもう結構きついこと言うんですよ。先中派の僕は えー、両親や大人たちの倹約の美徳やもったいない精子を叩き込まれた、ね、ところが経済高度経済成長を経て無駄遣いや使い捨てがまかり通っている大量生産大量消費こそが美徳になったどうかしてより富良野に暮らしてその思いはさらに強まっていたでもその疑問や怒りを表に出してくるとおいしいホモドラマにはならない視聴率は稼げないのだっていう怒りが<ー>ってこれがまあ最終的にあの北の国からになっていくわけですけど、ね、そもそもじゃあそもそも札幌に移住したあの倉本総が富良野に移住するのも そういうい理由なんですよあのこう言ってるんですけど豊かな自然の中で暮らしたいとそういう願望が膨らんだとなぜかというと札幌の街をみるみる変わっていった木造の建物が多かったススキノにもどんどん大きなビルができたギアギアが横行していると聞いたっていうこの怒りというものを実はその結構いろんな作品にぶつけて、まあ、初期の段階から「文語取り物絵図」なんていう時代劇の中でもそういうことやってるんですけど江戸というのを当,当時の東京に置き換えて「 あの地方から来た人間たちがひどい目に遭っていくとかそう欲望をあの餌にして人間をダメにしていくっていうなぜ江戸になんか出てきたんだって文化を怒ったりするシーンをやるんですけど本当にこの人は都市化された東京が大嫌いなんですけど、まあ、まあ行き着くだけ北の国からなんですけどその前段階で年に全力をふくろさ、ま、っていうこれは何かっていうとやっぱり板前の世界で失われた、まあ、東京の世界とそれからまあ現代っていうものをまあぶつけながらまあ 亡くなった東京っていうものあるいはその便利であることはいいのかっていうそういう職人の板前の世界を通して描いていくわけですこの時に板前側の世界の人間たちに誰を使ったかって言ったら梅宮達夫だったり室田秀夫っていう東映のヤクザたちを使ったんですよ。 ここは、つまりもともと東映の薬剤学の世界は時代から遅れてたり時代から関係なくやってきてるからその性質を持ってたりだから文脈としてあるいは倉本総が理想とする人間の世界というのは実は東映の薬剤学の世界にあって倉本総は実は東映の人気よりが大好きなんですよ。っていうのがもともとあるから高倉けにもラブレーター出してるっていうのはやりたいっていうのはあった、うんうな。失ってない人たちっていうことでね失ってない人たちということなんですけどで。 そのおふくろ様を作る段階ですでにもう高倉健を想定してるんですよでまあ証券が主役なわけですけどこの時に言ってるのは人気スターがかっこよく活躍するドラマなんか面白くないと木突で地味で下っ端がいい高倉健主演の高倉健さん主演の薬剤画のように異形して義理を立て通す下の、えー、人の下に主,主人公が あいるるる方がむししろ主役役は光るし脇役も生きてくるっていうつまりもう義理を立てる人間たちの世界というのが高倉健はずっとそれを描いて薬剤をやってきたわけですからそこに現代人が集まってくるとかそういう部分の話の方がいいんじゃないかというのはもともと戦略にあったのでつまりかつてあったつまり倉本僧が生きてきてそして耳の前で失われたのを見てきたかつてあった東京の古き良き下町風情と。 それを、まあ、描こうとしてたわけですよ。よ、うん、で、一方では、この兄貴で描かれていくのは、開発によって失われていく東京ガール。うんうん、その二つというのをぶつけ合うというのは、他のその中でも、目的性にあって、うん、結構はっきり出てるのは。ナレーションに、漫画の滝田優を使ってる。滝田優。これが、もう、蔵元のメッセージがはっきり、つまり。 滝谷がずっとやってきたのはやっぱり長い花風の時代だったりとかやっぱその江戸の香りの残っている東京をあの絵で描き続けた人で,そうで,すで実際にこの人はナレーションをするしそのイラストも入っていくしあと当人も出演してるんですよ。つまりもうこの絵作品が行きたいのは滝谷使っていることも分かるように東京を教習の世界とととしても描くっていうことがあるとそして最初の設定で出てくるのがそこである人が死んでしまって。 そしてあの、まあ、地主的な人が死ぬとでそうすると路地も立ち行かなくなってくるっていう中で不動産屋が現れて立ち退きを迫られるところがこの物語始まるんですよ。でその立ち退きに対しててどう向き合っていくかと,ところがその立ち退きをするきっかけになったその地主みたいな人に高倉健の主人公は恩義を感じているものだから。 立ち退き側に回っちゃったりして、お前バカかとか言われてポーリがやりそうだよ。<laughs> <laughs> そう、本当にポールなんですよ。バカだから、バカだバカだ言われ続けるんですけど、本当に、あの、かっこいいあなたってバカねんてバカじゃなくて、本当にバカとして出てくるんですけど、だここで飛びというのがすごく重要なんですけど、飛びというのは、江戸の域というのを表現している人間である一方で、工事をする人なんです。つまり、江戸を壊していく人なんですよ。 つまり背反性両方の概念を持って、つまりお揃いの判定をきてやりながらやってることは工事の当事者で都市開発に加担してるんですよ。というこの背反性をここに描いている。あなるほど。だからトビなんです。よトビを描くことで、すごいね。トビという一つのキャラクターを使うことによって両方描ける。複雑になるね。性と悪じゃなくなってくる。そうなんですよ。単純な話じゃないよ。つまり自分たちやっているしで、あのこれキャスティングすごくあの。 健さんが初めてテレビドラマに出るっていうことで健さん自身がその緊張しないでいいというかやっぱリラックスしてやれるようにっていう、ねうん、高倉健ファミリーをあのこのトビのグループに入れてって、うん、まずナンバー2の役割はやっぱ高倉健と網走番組ずっと一緒にんです、うんうん、これが実は田中国と倉本さんの最初の仕事なんでするそうなんですけど、ね。 それ,があるとそれから他にも、まあ、あの弟分である小林年次が来るしそれから幸いで1あとあの一話取ってる途中で岩城浩一があの逮捕されてしまって、うん、あの取れなくなってそれで急き岩岩正隆っていう東映の大部屋俳優の人が現れてやるってことでもう結構県産ファミリーでで固めるわけですよなのでまあやりやすい状況ですけどその田中君の都民の人がある第2話で嘆きをするんですよ。でこれはあの あのたとあの頼まれて、まあ、家を壊すいこともね飛びってやるのでその時にある廃屋組で古い家に行ってあで壊すための見積もりをするわけですよこうでこうででバラッとある部屋を開けたら老夫婦がご,ご飯を食べあれって思ったら要するに老夫婦は暮らしてたいんだけど息子夫婦がもう売ってあのうもう別に、まあ、ビル建てたいということで、ね、っていうのを見て田中邦衛が泣きながら。 時々あいいうう嫌になるっていう話でで実はその家の家主のおじいさんっていうのはかつて短学には若い頃に生きがってタバ10代なのでたバコを買いに行って怒られたタバコ屋のおじいさん,ん<ー>それがもう,もうヨボヨボになってご飯を食べてるっていうのを見てすごくな切ない変態だな北村,北村でそれからもう一つはあの秋吉久美子があのヒロインで出てくるんですけどこの秋吉久美子にあの高倉健がやっぱり言われるのが。 あなたは残酷な商売をしてるのねってやっぱりなじられるんですよ。っていうシーンがあってやっぱり家をつまり東京を壊すっていうことが残酷であるっていうことを背負わせていくわけですよこの飛びという仕事の人たちに。<ー>っていうところがなかなかこの話の面白い。なるるるるほど、えー、を抱えててててすすすでででににっっことですよね、うん、でも高倉健自身のやってる役は要するにまあ ポポーリーーーリリリがイタリアのポーリーだとしたら下町ののポーリーリなんですけどこの人はだからやっぱり喋ゃり方も基本的にベラン名帳だしもうとにかく不器用でバカ正直で周りから頭って呼ばれてるんですけどあのだとそのもう一個上にいる頭が島田勝吾やってるんですけどこの人からもやっぱり言われるのはバカだバカだとお前のこと思ってたけどお前本当に相当なバカだなってられたりとかあるいは賠償チェークも出てくるんですけど賠償チェークからも幼馴染みだけど賠償チェークは。からも「あなた本当のバカね」ってずっとみんなから言われ続けるっていう,う役柄でも。 あるんですけどでこの絵作品が面白いのはあのこの前に撮ってるのが重要なのは岸辺のアルバムだということなんですよ山田太一の。はいはい、でこれは現代の日本をロケでそのまんま描いたっていうあの初めての作品なんですよねつまり今まではセットでしか作れなかったものがここからカメラが怖がったからなった場外で撮れるようになって今の東京をそのまま描けるようになった岸辺のアルバムなんですけどこれは実はセットとロケを両方使ってるんですね。で,で路地は全部セットなんですよ。 うん、つまりあくまでファンタジーの世界作り物の世界なんですこれはつまりもうない世界だって倉ラすスをもうスタッフも分かるんですそうでこれを撮るためにわざわざ TBS の中である音楽番組でしか使わない一番大きなスタジオに横丁の巨大セットを作ってるんですえ横丁ごと横丁ごと作ってるすごいね、うん、そうなんですよお金かかってる、うん、でも一方で横丁から出て現代のシーンはロケでやってるええ ということで現代とそのつまり失われてしまったもうに都市化された東京とまだされてない横丁を比べる上であえてそこのセットで町を作ってるところと本当の町をあえて景色変えてるんですよ。 今日もやっぱ矛盾を持ってるって感じ。今ねこれ出てま G スタ出てます。こ G スタ本当まさに G スターで撮ったんですこれ。よく知ってんね。でこれなんで G スターでやりたかっていうと、渡辺正文さん、前音楽や音楽プロデューサーが入ってるそうか。うまくできてんな。そう。菅さんの説明わかりやすい。確かに。この振りでもあったんだ。ああなるほど。っていうことなんですよ。だからいろんなことがうまく重なってこれって。 でできてるんですけど奇跡のドラマじゃないですかゃじゃあねってこっからがポイントなんですけども、うん、そのたさっき、まあ、庶民性っていうことで、まあ、要するに、うん、あの倉本宗も庶民性のある役をやらせたいとで大山克実はやっぱ庶民性が大事だっていうことでじゃあ高倉健というとこにいかにしてその庶民性をもたらせるかという役ですよ、ね、そから庶民的なその日常空間、うん、本物ドラマの空間に高倉健をどう溶け込ませるかと。 いうことを、うん、まあやっていくわけなんですよ、うん、これが結構ね苦労するといえばするところでもあるわけですよ。だまあとは反転期でやれば、うん、日本共学でのそういうわけで相当やってるので、うん、ほとんど変わらない雰囲気に今ドす抜くか抜かないだけの違いになっちゃうので、うんうん、そこをどうするかっていうところで結構出てくるのがまたここでやっぱりいるんですよ倍賞千恵子はそこに。うん 絶えず幼馴染として倍賞千恵子がいて健さんと2人で、まあ、小料理屋やってるんです倍賞千恵子。倍、ま、賞、あ、千恵子の小料理屋ってこれまたねこれがいずれ駅ステーションに繋がってくる話なんですけどそうここでずっとした倍賞千恵子は男これねほとんど駅ステーションの同じ環境なんですけどあの男運の悪い男なんです女,女性でで。 あの旦那に捨てられて別れてでその後あのようやくまた恋するんだけどそれが映画の助監督で入れ上げて入れ上げて入れ上げた結果監督になるんだけども監督になった途端にその映画のヒロインの女優と結婚してしまうっていう役で<ー>、まあ、ずっとお酒飲んでもうあとケさんと一緒にまあ、でもそれをやることによってやっぱり賠償知恵ことの強みですよね。 賠償チークワールドがぐわーっと入ってきて、黄色いハンカチ同じゃ、県産庶民性が見えてくるというのがあるし。あと、ここにね、倉本総が保険をかけてんのが、あの滝田優に,に。あの滝田優がその自賠償チェックのお兄さんの役なんですけど。それを目撃する二人がいるところ、そこにあえてナレーションで。私は頭にアットホームな親近感を覚えたって言わせてるんですよ。現 <laughs> 物だな。だ <laughs> もうだから、そのナレーション言われちゃったら、うん、アットホームな親近感あるんだなって、みんな見えちゃう。で。 そういうことをやっていく中で高倉健の意外な魅力っていうのがすごいたくさんこの作品っていうのが出てくるいやいいですね、うん、で何まずやっぱ重要なのは田中邦恵なんです、うん、田中邦恵と毎回のように漫才コントをやるんですねでこれが本当に面白くてあの基本的にこの作品高倉健はあのもう、えー、と42歳かなた夫、うん、さんと同じ年齢かなの設定でであの自分の大恩人の娘 三國やってるんですけどこれ二十歳の設定でこれにちょっとした恋をすするんででよその秋吉久美子があの病気で倒れて入院するすそのもう面倒をずっと海外しく見続けるっていうのが一つあると。でもう一方では自分の妹がああのま立、あ、川た,たかっていうまあ拝、はい、さんがやってる、まあ、この人がまだちょっとスタローに似てるのがややこしいんですけどあの <laughs> ややこでこの,この恋に落ちてであの眼鏡を外すお下げ髪を解くっていう感じでだんだん女性になっていくっていうのがあってそういう。 ななんとなく今まで全くまあまあ罰位置ってあるんだけど検さんのやってる役もあるんだけどこう。 なんか女性どう扱えばいいのっていうのが疑問になってくるわけですよ。<ー>つまり秋吉久美子にこう言われてこうなった時に俺はどうすればいいんだろうとか女心でこ,こういう時どうなんだろうとかうあるいはこっち側にその妹がこうなってこうなってる時にあいつって例えば女としてどうなんだとかうこういう時ってあのど,ういうどうするもんなって全くわからない人なんですよ。アニメの主人人公じゃなないいででですすかただ問題は <laughs> 要は要頭なんですよそうねトップにいる人で あの、おいそれと相談、周りにもできないしまぜてーって言えないその時に唯一言える相,相手がナンバーツーの田中、その、ナンバーツーの田中邦恵なんですよ wwwwww <laughs> これがね、よく、休なってんなよく、面白いのが<ー>恋愛の女心が全くわからない男がいて<ー>それが相談できる相手が唯一田中邦恵だっていう同じようなもん。wwwwww じゃない,いこれが面白いんですよ、<ー>このやりとりがで 必ず二人喫茶店に行ってコーヒー飲みながらやり取りするんですけどでからケさんが何にも分かんないんですよちょっとやいやで,でああいう時これどうするんだろうというと<ー>なぜか田中君がその時に完全にマウント取ってくるアドバイス急にあの急にすっげえ二枚目ずらしてこういう時はね <laughs> こうういもんんなですよちょっと早く見せて兄貴感じであの言うとその言い方があまりにもやらさしすぎてケンさん途中で「んでお前そんな断定的に言えるんだろう」とか「こういうことした方がいいっすよ」とか言うと「お前は俺に恥をかかせるな」とかいちいちクッてかかったりバカコントずっとこの二人がやってるっていうなんかそのケンさんのそういうコミカルなところって面白いよねっていうそういうのがあったりあと例えばあの。 その大原玲子がお見合いに行くシーンがあるんですけど、うん、そのお見合いのシーンに、まあ、高倉家も一緒に行くわけですで,で高級高級のなんか中華料理屋で,でそうすると円卓で周りにいろんなものがあると。うん、で大原玲子目が悪いんだけど当時やっぱ差別されてたの目が悪い人って、うん、眼鏡かけてたらやっぱ結婚できないと言われた時代ですから、うん、眼鏡外してくんですよ。でまだコンタクト入れてないっていう状態で行ってその時に揚げを取ろうとした時に距離感が分かんなくて、うん、ここで唐揚げ落としちゃうんですよ。うんはあ これが見つかってしまってはまずいという目が悪いこと悪いなと思っておいがさっとこの小皿の横に隠すんですよまた蔵元壮っぽいなでしょでもそれを長倉がパッと気づいてそのあの唐揚げをパッと手に取って伸び込むっていうえところがそれをやったがためにお腹壊しちゃってずっとって。 <laughs> ああ、そんな芝居するのケンさんがずっとこんな方がいいお腹痛い演技 <laughs>、うん、キャリア初いいやんじゃんいですかキャリア初、うん、だからやっぱり大山さんともその後言ってましたけどやっぱりケンさんのいいのはやっぱ気真面めでだから笑わせようと芝居しないから <laughs> 一生懸命やればまあやるほど面白くなっていくっていうのはやっぱコミュニティのきん、ねまあ、キニさんもよく言いますけど,うどうそうなんでなん、ね、それがあるでやっぱりクラマスもそこを計算してやっていくわけなんですけどで。うん 何よりもこの作品途中からすごくなってくるのは恋にときめく高倉健を見ることができるっていうそれまでの高倉健っていうのは薬剤画の世界でもまあ恋してもいろんなところでいやそれはよくないっていうことで絶えずそこを捨ててあの義理のために戦っていく男そういう苦な人間を演じてきたわけですけどちょっとあの途中まではそれやってるんですよ。 10話ぐらいから毛色がおかしくなってくるえ、どういうことまあずっとそのまあ、あのその秋吉久美子のところにその病弱な秋吉久美子のところにこうあの、お見舞いに行って面倒をずっと見てあげてるんですよ、うん、ただこれが、相手がないと秋吉久美子なんですよ、うん、あの頃の秋吉久美子でもあり、うん、いや秋吉久美子はいずれでもそうかもしれないですけど、うん、ちょっとね、女出してくるわけです秋吉久美子で、うでね、そうするとクリスマ…もう冬なんですけど、年末に近くあの そのの頃には退院できるからクリスマス一緒に過ごそうって秋吉君が言わちょっとこれ魔性じゃん魔性の女じゃんで帰り際にちょっと目つぶってってしゃがませておでこにキスしたりするんですそうするとケンさんずっと最初は何にも表示見せないですなんだけどこれが面白いのはここから倉本さんそこでケンさんにデレデレさせないのがうまいんですけどその後高倉健一人で居酒屋に行くんですよ で、居酒屋に行って本当に倉本壮のシチュエーションの作り方が本当とうまいですけど、うん、あいここでグループが飲んでるんですね5人グループなんですよ1個空いてて混んでるからここに高倉健座られて1人だけ飲んでんですよ、うん、であのー、そこで、あのー、もうニヤ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 酒飲みながらもう決まらなくなって <laughs> キスされたからね親子に気分よくなって、はい、で、その時に相、はい、席で横にいるおンダージに あの、人生でいいっすね。ああ、すごい。で、また飲んで。で、また飲んで、人生で素敵っすね。で、横の子じゃら、なんか、は、別の話で盛り上がったりするんですよ。押すと、ああ、ああ、一緒に。まあ、盛り上がったりもして、で、その、最終的におオくクリスマス何してます。聞いてほしいから。ほんで、もう。 言いかけもう迷惑だからカラムリだけど迷惑だってことを言われたら「えー、すいません反省しまーす」みたいなことを言ったりするようなちょっと2.5枚目じゃんそう2.5枚目ででしまいには家に帰ってくると夢を見るようになってくるんですよ要は秋吉君のことをデ,デートをしてるやっぱ高倉圏の同定感っていうのはこれ重要なんですけどでその時にあのどういうディナーかというとクリスマスのデートのも夢なんですよでディナーを一緒にするとで当時のやっぱりあのディナーといえばステーキですよねステーキをこうやってやるんだけど 秋吉君がこうやってずーっとって食べてると高倉健のステーキってどうやっても切れないみたいなね, <laughs> 夢だっねずーっと今で切れない切れない切れない,切れないってやって最終的に高倉健がのナイフでさあの <laughs> 刺してフォークであの <laughs> かじり出すの <laughs> でステーキのこんな肉をこうやってかじってるんですよ <laughs> でも噛み切れないんですよそし <laughs>、うん、それ見て秋吉君かなんか知らないけどステキみたいなこと言って <laughs> うていいで,で腕組んで、ね、なんかべったりしてきて <laughs>、うん、でも高倉がそれ関係なくガーッと噛んでるっていう夢を見て。<laughs> <laughs> 最初に起きて「ああって言たら妹のお笑い子でどうしたのったら「最近不眠症なんだ」って言ってで不眠症がこじれすぎちゃって最初に早起きになるんですよこの人朝苦手だったんでさして朝5時でわーっと起きてきたら横丁のみんなにもかって「おいみんな朝だぞ」って「体操しよう体操」って「掃除しよう」って言って「日本をきれいにしよう」とかって掃除始めてでも田中圭とかみんなはあって言って起きてきてでみんなに飯食う時も「 ああもう急にみんなに飯とか装い出して「えー、お,お前あのあ<ー>一番分かってるやつでお代わりしろ」とか言ってもうどんどんやってでもみんなもう朝からこうや国とかみんな「う、えー、みたいな。 なってで最終的に「そのおクリスマス予定どうなってる?や」とい言クリスマス我々書き入れ時ですよ」みたいな話になった時に「うん、今回はな休むぞ」って言って「でですか?」ってお前あれだぞ」って「天神様の祭りとかなんとかの時仕事するかってうとしますよね」<laughs> 日本の祭りの時仕事してるんだから <laughs> せめて西洋の祭りの時ぐらい休もうじゃねえか」みたいなむ <laughs> <laughs> ちゃくちゃなこと言ってそれでもうああってなってで最終的に田中邦衛とまたねアって貴様でコーヒー飲むんですけど、うん、その時もちょっとニコニコしてて最終に「ここの子 すごいこんなうまかったからご機嫌爽やかな笑顔するっていうすごい落語の登場人物みたいなんですけどまあそろそろお気づきの方もいるかもしれませんこれがこの作品の十二話の恐ろしいところでもあるんですけれどもハッピーエンドじゃなかったよねそうじゃないこそう倉本総のこれまでの諸々の作品あるいは北の国から来ないでもわかるこういう魅力を見せたいがためのこれでもあると同時にこれは この起き倉本とのドラマを見てるとハッピーな時間がもう嫌な予感しかない俗にフラグというやつでございますよねこれはそうか北の国からでもね潤くんのウキウキシーンがあってことだもんねそうなんですよこれがクリスマスそうだよお姉ちゃんが4人間みたいなそれを忘れさせるぐらいのケンさんのウキウキ具合だからいいんですけども。 ここで,でも健さんのもう一個の実は新しい魅力を倉本んはその反転のビターによって出すのは何かというと何も語らない高倉健の「男の哀愁」って高倉健の代名詞になってくじゃないですかこれって実はそれまでの作品一切ないもちろん白甲田さんも、はあ、ヒーローだし「幸せの黄色いハンカチ」もまあ結構喋ってるし哀愁のある役ではないその前の役、まあ、役剤画に関してもやっぱ基本的には「シヒーロー」だからないんですよ。 この作品のその反転するところで実はそれが初めて高倉健って出てくるそこれを倉本は引き出してくるんですよ。でこれは何かというと実はこの秋吉久美子は彼氏がいるんです。<ー>えー、でこの彼氏が尋常じゃない彼氏で、うん、実はあの結構偉い人で妻子持ちなんですつまり不倫なんです。の<ー>しかもその病室に その愛人を引き込んで秋吉くんやってるなぜ知るかって言ったら要するに高倉健はそのとかある種保護者みたいな形で医者とか看護師に思われてるんで<ー>看護師に呼び出されるあのさ」って「あそこの看患者さんさ」って言ってくれないかなって男連れ込むやめてくれないっていう、えー、っていうことで知るわけですよ。えー、でまた秋吉久美子が容赦ないんですよ。あの結局あのの結局 不倫は良くないということで男の方が離れていくんですよね、うん、そしたら検査に頼むんですよ見舞いに来るように頼んでもらえないとで具合悪くなっちゃってで検さんがバーに呼び出すんですよ、うん、男,、ね、男でこれ、うん、堀田新造さんがやってるんですけど、うん、堀田さんがまたね堀の深いもう外国人みたいな顔してますから 2>,、うん、2人がおしゃれなこう結構ねバーに並んでいるんですけどこの時に検さんが服装今と違うんでですよコ、うん、コーートトの襟立てててたコートでこうやって座っ座るんですよ。 後のたぶん本人のイメージはこの人あのジャンギャバンがすごい好きなのかな<ー>分ジャンギャバンのイメージだと思うんですけどそれで座ってでずっとその苦し心の中苦しい相手のところを検、うん、さんずっとこうやって苦味の顔でで聞いてるんですよ、うん、これが後の高倉健の,その何,も何も語らないで,ないで,でこの苦味の嵐ずっといろんな感じなんですけど、ね、彼女のために。うん じーっと感情を殺して聴いてるのでここに悲しげなシャンソンが流れてくるっていうたで全部語るだけ男に語らせて「謙さん最後に言うのは一言だけお願いします」って言うんですよ。この絵になり具合と説得力のすごさっていうことでで高倉健って実は見落とされがちなんですけど受けの芝居の名手なんですよつまり黙って座って相手が何かやってる時に。 一番輝く人でももありご自身も結構そこは意識して,いてだから高倉健の映画って網走万が一からずっとそうなんですけどさっき田中くんに話しもそうですけど脇役がすすごい輝くんですよんあの主役だからで、ね、目立とうとしないっていうのがあってそれはね高倉健自身もあの自分のインタビューでそかたあのこのインタビューで、ね、言,言ってるんですけど役者とはきあのあの主役で必要な機関車っていう話をするんですけどこの、まあ、後で公開されるリアハンター」という映画が78年公開されるんですけどこれが健さん大好きで。 あのロバート・デニールが好きだと、うん、でデニールは機関車だと他の俳優さんをひ見事に引っ張っていたっていう脇に回った人のことをよく見ていて目で相手の演技を引っ張り出すカメラに映ってない時もちゃんとそれをやっているんだとでデニール本人になった時も「剣お前もそうだろう」と言われたことがあると、うん、ただし僕はそこまでできているかはまだ別のことですとただやっぱある時に気づいたことがあるのは周りのみんなが気持ちよくできるように演技では気をつかなきゃいけないと、うん、人が早く動くところは自分はゆっくり動くと 早く動かなななきゃゃいいいけない人をより早く見せるにするのが役割じゃないかっていう例えば時代劇をやっていても縦で早く動いている人がいるとそれに対抗して自分まで早く動いたらそれはちょっと芝居ではなくなってただの競技になるっていう,う結構最近時代劇でもこっちが早くみんな重ねるわけどそうじゃなくてこっちが行くわけでこの人をここで立てるんだとかそこはすごく思ってるんでこの作品でも倍賞チェイコがずっと飲んでる横でここ飲んでると倍賞さんも輝くしそこに引っ張られてたか,から剣も輝くっていうことに まあなっていくということでその受けの名手高倉健聞いてる時のアップがすごい素敵なんですよね,すよねこの顔がこ,こ,こ,だこれが特に後半のエピソードになるにつれてどんどん良くなっていくつまり前半は分かってないですそこはなかなか分からないのが後半になってそれがまあ見えてくるで究極なのがこの12話なんです何何何がこのつまり男がまあ見舞いに来ても最終的には別れて <laughs> さっき言ったようにクリスマスのデートをすることに なるわけですよ,よでついに高倉健で退院してきた秋吉久美こと一緒に一緒,のクリス一緒にクリスマスケーキ買ったりするんですよ、うん、選んで。そしたら秋吉組子が「これ大きいかしらね?」って言ったら「いやわしは全部食べますよ」みたいなことを高倉健が言うわけですよ。うん、みたいな感じののろけ切って,てでわざわざ秋吉組子のためにアパートの部屋も自分が借りてあげるんですよ。<ー>お金ないから身元もない,、うん、ないから。ということでそこまでやってであのそのケーキを持って。 あの当日行くわけですよところがなんかその前に変なカットバックがあって秋吉君がずっと掃除,掃除していくと、うん、パッと電話を見るその電話をかけるってカットが入るでで,で高倉健がこうケーキ持ってやってきてゴン,ゴン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 ってあのクリスマスの当日胴う叩くと秋吉君がスーッと出てきて何をするかって言ったら何も答えずチェーンをするんですよ。えー でチェ,ーンチェーンのガチャガチャって音だけが分かってでそれをこう見た高倉健が呆然のバズ尽くして去っていくっていううわやだー、あのー、もう単なるお兄ちゃんとしてしか見てない。そう これいやー、うん、いやだめな女だな清子君これ。うん、で最初はこの場面の高倉健の立ち姿の哀愁具合が本当に美しくて半端なくて実は後々に至っていくまでの高倉健のその立ち姿ってここから実は始まってんじゃないかと思うぐらいで、うん、で見ていくと分かるのが高倉健ののセリフの量がどんどんんん減っていくんですよ、うん、最初は結構語ってたりとか、うん、ものすごくテレビドラマらしいある種 だらまらしいセリフを語っていくんですけどどん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 高倉健が受けの芝居に回りその見せるってことになっていってこれは倉本装自身が高倉健の魅力に気づいていったところでもあるっていうことはその冬の花の時のインタビューで語ってるんですけどもあのえっ、ー、とこっちかえっ、ー、とえっ、ー、とねこれかなそうですねあの 兄貴で健さんとお付き合いしたときに気づいたことは、健さんという俳優はセリフでいろいろと感情を表現するタイプではないんですねっていう。つまりセリフを喋らせなくてもいろいろなものを表現できる人だということは分かって、この人だったらここまでセリフを少なくしてもドラマが成立するという自信があったし、健さんは僕のこういう書き方から役者え作者が何を言わんとしているかを俳優としてよく理解してくれたんですと。そういう意味では兄貴で完全にコミュニケートできたから冬の花は成立したというと。うん、セリフが少ないということですが、僕はまだ多いと思ってるくらいで、むしろ最後の 一言でももらないケンさんを書きたたかったとでもっと今思ていますあそ,う、ね、そういう話をねしていてつまり<ー>いろんな感情を最初にやっていくけれどもガチャッて締められる立ち尽くすという芝居でケンさんは全部表現をしてしまうという,うことなわけですよね。で、このシーンの流れって本当にすごくて実はもっとビターな話としてその,その直前に何が起きているかというとその幼なじみの倍賞千恵子が。 あのまあ、振られてるわけで『すよね、うん、であの週刊誌』を見て初めて自分の彼氏だったはずの男が結婚してると女優とって知ってるとで飲んで「ケンさん」と書かれるわけですけどその後何をやるかって言ったらあのその男の部屋で昇進殺するんですよ、えー、でその,その直後にこのクリスマスなんですよ。うううわもも最最悪悪じゃで,最<悪>で,でケンさんまたでこれがまたこれこその前の一人だけなんですよ。<laughs> <laughs> 一人酒を今度は一人でカウンターでするんです。<ー>で、ーケーキも。で、ーケーキ持ってんですよ。うん、そのケーキを、そのテーブルに置いて去っていくと。で、去ってった時に、その、かつてその、賠償知恵子のいた、店に行って。 それで張り紙9ただ今9点っていう手紙をずっと見るっていうシーンなんですけどこのシーンに関してはケンさん自身はすごく思い入れが強かったみたいでさっきの山田内の話からの流れでいくとその撮影は半年後だと思ってもらいたいんですけれども、うん、その山田やった時は、泣泣くかかかないかで思えるわけでですよケンさんはこの時はあのスタッフたちにちょっと一人にしてくれってことでこの窓ドアの前で窓の前のあのセットの前に立つ、うん、ずっと待ってるってやってそれで OK って言った時に何があったかって言ったらずっとその窓を見てその。 え、賠償というもの子を思い出して、ふっと涙を浮かべるっていう芝居をやるんですよ。<ー>つまり、自ら泣くっていう子に持っていくっていう。だから結構役者として、大きくこの半年で考え方とかが変わったのが。<ー>うん、そこでも、まあ、よくわかるっていうことで。で、この要するに、ふっと立ってる。ポエティックな。市場感ですね。つまり、<ー>哀愁のある市場感のある高倉健の立ち姿っていうのが。この作品によって、倉本総が引き出してきた。わけ。 でここから先高倉健はほぼそれだけになっていくというか、うん、もうその,イメージその助走がなくてもできちゃうというか,だからもう何かよくわかんない高倉健がそこに立ってれば絵になっちゃうっていうのってここでのその芝居で蔵元は引き出してきたというのはかなり。 大きかった、うん、そうなんですよね。であのそういうふうに、まあ、なっていったっていう流れなんですよねこれは。なるほどこれはもうだからそれだけ1977年のねう、うん、高倉健を象徴するシーンですねその立ち姿としだから実はこの八甲田さん「岸安の黄色いハンカチ」ばっかり言われますけどこの「兄貴」っていうのは実はかなり重要でこれが冬の要するに同じく「うん 倉本総脚本高倉健主演で東映で戻ってきて撮った薬剤映画として「冬の花」があると。でこれがかなり兄貴から設定来てるのが、うん、あの似てるんですよあれもあのこの俺も秋吉美子に対してかなり足長おじさん的なことやってるわけですね。尽く,して尽くしてっていう。やっぱ冬の花も池上公まあもともと山口百合さんが下りて池上公子になるわけですけどこれもやっぱり自分がかつて殺した相手の娘で自分が刑務所とかにいる間に養育費をずっと、うん。 払い続けてるで育ってってっていう話娘ぐらい違う人に対してどうしていくかっていうこ,の,この関係性で結構似てることは似てるしそういう喋らない研さん北海道でたむ研さんっていうのは、まあ、冬の華とか真、まあ、冬の華は北海道ですそれが駅ステーションにまたなってきてさっき言ったように賠償知恵いこと要はカウンターで賠償知恵いこと研さんが2人いるだけで絵になっちゃうっていうのはここで起きたここの発,発見があるわけですよ。なるほど うん、だから絵になるその絵になる高倉健って要は絶えず哀愁と市場感を背負ってるわけですよねでもそれを背負わせたのは兄貴なんですよ。この兄貴の秋吉君のひどい広さというか、うん、秋吉君は悪いけどこの倉本宗の作った見事なプロットですよね。これがやったところがあると。で倉本宗にとっても結構やっぱ大きいのはやっぱ。 あのこの後北の国からになっていくわけですけど北の国からのキャスティングどうするかという時に最初にあったの方はケンさんなんですよねやっぱそうなんだ、うん、そうなんですよやっぱ高倉健でだから兄貴のキャラクターに近いわけですよまあそうですよねすよ、うん、時代に遅れてる人間でやっぱりどいやーやっぱり今聞いててそっちのキャスティングじゃないかなと、うん、思いましたもんねんででも結局的にはやっぱり情けなさがケンさんじゃ出せないということで田中国家に,になってくる、うんうん、でもその田中国家の情けなさとかそういうのも この兄貴で出会ってるからこそなんですよねっていうのがあるから本当にその後のドラマのいろんな動きに倉本総の人生にとっても大きな作品ではあるし倉本総自身はあんま語らないですけどこの作品に書いたのちのちただ結構振り返り言と大きいし高倉健にとっては本当にこの年の「ホップステップ」にめるんですけど「八甲田山幸せの黄色いハンカチ兄貴」っていう3本が後々の高倉健の全てを決定づけてだから国民的スターとしてのある種の 看板は映画の2本でできたしそれから演技者としての高倉健のありようというのはこの兄貴によってできそしてそれが混ざる形で「冬の花」であったり「エキステーション」であったり「居酒屋ー事」であったりという形になっていって、まあ、古畑康夫高倉健コンビの今に至るまでの作品につながっていったということでだからこそ1977年を片たその前にあったのはやっぱり東映時代の苦労もあり。 そこから七十ある所低迷期苦労の時代を経ての七十七年の飛躍になっていくということなわけでございます。だからこそこの年が最も大事なそして千九百七十七年の宝物けそうだからこれを飾っておきたかったというわけでございますね。すごい素晴らしい素晴らしいちょっと今カラビ入ってもらって見よう。そうみんな見てほしい。で序盤は結構きつい話にあきついというかもうそれこそ第一話でようやく大原玲子が コンタクしようかで悩むぐらいでコンタクトするのに3話かけてますから本当に物語動かないがきついときついのでただ10話から10話からどえらいライブがかかると1話だけ見たんですよでまさかそっから「えっこうそういくんですか」みたいな10話から倉本ムが炸裂するんで全然そそんなな感じじゃいうちょっとフリップ出してフリップ立ち退きの話が突然終わってそっからいきなりそういうことになるんで。 あのね一枚目そっちじゃないそれはこちらですよ加入月無料ですからね皆さにねこれはねあのパラビで全話好きな時に見れます今入ると12月中は無料でございますからねぜひクリックしていただくと皆さん網走万が一はいずれちょっとやりたいなと思うんですけど高倉健のイメージこれも全然違うというか。 軽妙なアクシションシリーズですから、ね、だから倉本と高倉健がさらに結実した冬、うん「冬の花、ね」も編って「だ兄貴冬の花」って連続で見ると、うん、兄貴で試してきたいろんなことが冬の花で完成されるっていうのがよく見えてくると、うん、一気に見れるんだ,、うん、だからすごくそのこの2つって兄貴の翌年が冬の花ですからで、うん、兄貴のもう 撮影中に冬の花の企画動き出してますんで、うん、ね、だからすごくこの二つは重なってる話ではありますから、あのぜひそれはあの皆さん見てもらいたいなというふうに思いますね。うん、ありがとうございます。はい、いやーこんな貴重な話な、ねえ面白かったなーていただいて。もう本当書籍にしていただきたいぐらい。うん、いやーすげえなー、うんね。このネタバレではってありますけど、うん、あのね、ね40年前の島さんネタバレであってもねいっいう話をそう,うあのね見てない方があれ。 森さんはどうで何か高倉健さんのイメージがこんな1年でここまで変わるって相当のインパクトだと思うんですよ。だってそれまでのヤクザ映画ってそれだけ絶対インパクトあったはずだからそれを1年でひっくり返すって、うん。うんうん すごいな<え>こんなに全部ハマっていくもんなんだみたいなす,、ね、すごい一年だよね出会いもだしや,、ね、やっぱ選ばれてる人なんですよスターになる人ってこういうことが起きちゃうんですよねみんなその可能性を検査のそれまでの作品に見てた からおっしゃるそ,うそれだけ一生懸命やってきた、ね、誰かが見ててくれたわけですよね。手抜きを一切しなかったっていうね高倉健さんの自伝映画とかそのうち出るんですかね、うん、いやーでもねやっぱり出てくる話ってみんなやっぱいい話ばっかりだから、うん、なんかねそこは難しいかもしれない。なん そうでもケンさんはね面白いんですよんかこの人の人人生って、うん、あのいろいろな紆余曲折があってだから80年代以降はもう完全に国民スターケンさんになっちゃうので、うん、そこまで語ることって個々の作品はあるけど人生としては語りにくい部分はあるけど、うん、ここまでが本当に波乱万丈で、うん、とても 面白いし、ね、なかなか1年で八甲田山と幸せの黄色いハンカチに出ることなんてないのででもこれたまたまんですね八甲田山の撮影が長くかかったから両方ってことにもまあなってくるわけだし、うん、だから雪の上でね、うん、佇んで、うん、扉の上で佇んで。うんうん 最後に一人ぼっっちでてだからこの何だろうこ,この後の高倉健さんの生き様っていうかね、うん、役者人生をここから佇むところからスタートしたとです、ね、本当に佇んで立ってるまあのポ,ッポなんか<ー>まさにそうですよね,ね,あ,のねあ,あのポスターがすぐ浮かぶもんねあれが、まあ、もうね本当にこれ見てみる皆さんねこのアパートのこの <laughs> チェーンかけられてぼう然と立ち尽くすそして去っていくところの背中。うん だから背中でで芝居してるんですよそうか男の背中ってよく言いますけどケンさんのこと男の背中をここで初めて、うん、でもただ出せないんですよそれって、うん、やっぱ芝居であり脚本でありドラマでそれまでのドラマがあって感情表現があるからその背中があるわけですよね。うん、っていうことをここでケンさんが背中でだからつまり高倉源って役者としてよくどうなんだろうって話はありますけど。 俺やっぱ上手い人だと思うんですよ。つまり表現力として。いや上手い人だから。そうなんですよ。よく高くでこの後は我々プロデューサーたちが全部同じような役やらせてからそうなっていくわけですけど、うん、基本的にそれができる人っています、うん、って話で。うん、うん。そこなんですよね。いや面白かったな。うん、いやぜひねパラビで見ていただければ、うん。見ていくとですね。はい、さあじゃあ森さんここでパラビからのお知らせお願いします。はい。 動画プラットフォームパラビでは月額925円で見放題日本のテレビカルチャーに名を刻んだ番組がたくさん見られます。しかも登録月は無料です、はい、今す今ぐ 画面上をクリックしてパラ日美容をぜひお試しください、はい、あと12月1月は限定キャンペーンございますよとお願いします,すまたパラビでは有料課金のお客様に1枚で500円の映画が見られるパラビチケットをプレゼント中です今月加入すると1月についてくるチケットが500円になりますこの機会にぜひお試しくださいはいあとですねこちらプラストからのお知らせでございますよプラストパラビ公開生配信ということがございます えー、12月22日、えー、2時開場2時半開始ということで都内某所で、えー、年末恒例今年は生配信でお送りする「プラスト的2018年ベスト映画」生討論もいたしますのですお客様ぜひぜひ皆さんあの「うん あのやりとりが生でね。またメンバーがまたね、うん。すごいまたいいメンバーですね。<laughs> そうきんきな,なんか大きそう起きそうなメンバーですね。だよ。ぜひぜひぜひ。これ見てな。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。<laughs> はい、はい、ではカズカさん。はい。お知らせお願いします。はい、今あこちらにもありますけど、あの新刊ドロノスクリーン、えー、12月12日。 えー、発売ででございますのでね、あのーまあ、結構プラストで語った話なんかもね「あのうん、ウィノナ・ライダー絡み」の人が出てきたりとか「うんまあ、あライムスタル」ー・歌丸さんと話した話がその10代の頃どんなあ映画を見てきたかとか、まあ、あのデートでどんな映画を見てたかとかあそんな話高校時代の映画にまつわる痛い思い出とか<ー>そういうのたくさん語ってますので,いいです、ね、そんなのも面白いかなって。いい え思いますで今こういう形で、えー、3か月連続本刊行中でございまして10月に全てのちゃ役者に通ずという23名の、えー、ベテラン俳優インタビューそれから、えー、11月はこちらの佐久竜達夫さんと、えー、僕たちの BL のカーデックンそして今日12日に「週刊文春」の連載の書籍化、えー、洋画の話もね初めて書いてますのでぜひと思いますそれからイベント多々あるんですけどその中からピックアップしたのはやっぱりこれですね、えー、毎年やってるんですけど大阪のロフトプラスワンウエストで年末2連戦やりまして えー、まず一発目十12月17日、えー、ですね、えー、にやるんですけどこの「まあ赤ん奴らを継ぐ者たち」ということで、えーまあ、東映京都撮影所の「まあ赤ん奴ら」というのはいい時を知ってるんですけど今度今の今,今働いてる人たちを、まあ、撮影終わりほやほやでゲストで呼んであのいろいろと現状の、えー、時代劇の現場はどうなってるか京都の現場はどうなってるかということを、まあ、語っていただくもうたいゲストも今絞り込めてきて、えー、3名ほど、えー、もうちょっと増えるかもしれませんけどなかなか面白いメンバーがいましたので。 えそれからえ18日翌日は「ノー n g 全力祭」って,ってまあ毎年やってるんですけどこれはあの2018年の裏話を総ざらいということでそこでしか言えないことはまあ僕の今年あった仕事のえ仕事トラブルの総まとめとかですねえそれからあのいくつかのふ普段語らない新作時代劇についてのまあレビューの話だったりあといく,いくつかやった取材の裏話とか。 ええそういう話それからお客さん客席から来た質問に全部答えるっていうこともええやりますので皆さんいらしていただければあとたけさんともあれですよね武雄さんとは十二と十三日にやるんですけどこれはもうあのチケットあもう半売半売えと今一応追加席出してて出るかもしれない追加席いやもう出て一応あともう二三席ぐらいなので一応告知はもうしないでなるほどあまりういうですねうんかなということで了解ですはいいやかずかさん本日もありがとうございましたありがとうございました あの来週の金曜日から渋谷落語ございます。ます 1> 1日間連続10公演、うんえー。最終日にはですねあの今年渋谷落語の創作大賞を決める回もございますし、はいえー、この公演の前にはね渋谷落語大賞この1年の、えー、最も活躍が目覚ましかった方に渋谷落語大賞というのを ええー、まあ受賞していただくイベントこの十八日はあのパラビでもね、はい、あのこの番組でも中継させていただくといたますので通常はこの金曜日なんですけど、はい、今回はこのねスペシャルバンドはい、はい、最終日でございますぜひ来てください本当にあの、はい、もう人でではなくてもうこの期間空いてる時に芝居楽部を来ていただければと思います、はい、間違いございませんよろしくお願いします、はい、さあ来週のプラスと 12月12日水曜日音楽の水曜日 MC は西寺剛太さん時朝子さんゲストはグリムスパンキーのお二人です12月14日金曜日2018年音楽シーンを振り返る MC は西寺豪太さん、ゲストは田中宗一郎さん、宇野惟政さん、柴智則さん、はい、ということで、来週は音楽、今年振り返るね、いろんな音楽あるかと思いますけれどもね、音楽に興味がある人もぜひプラスとご覧になっていただければと思います。おいおいというわけで、本日も遅い時間まで、誠にどうもありがとうございました。来、うん、来週もも夜8時、こちちらで皆ささんのご来場おおお待ちしておりまます。すどうもおやすみなさい。またね。